東京のあるところに駐車場がありまして、そこに止められた車の中で練炭自殺をした人がいました。当然そこは事故物件だったわけですから、私は現地に調査に行きました。写真も撮ろうと思ったんですが、夜で雨も降っていたので、その日は断念して後日撮ろうかと思って帰りました。でなかなか時間が取れずに、改めてその練炭自殺があった駐車場にだいぶ経ってから行ったら、もう新築のマンションが建っていたんです。で仕方がないので、そのマンションの写真を撮って大島テルサイトに、ここで練炭自殺がありましたというふうに掲載しました。それなことでいいのかなと私もちょっと迷ったんですけれども、今さらタイムスリップして駐車場時代の写真を撮ることもできませんから、仕方なくそのまま掲載していました。サイトのユーザーさんからしても、そのマンションの写真の現場がかつて練炭自殺があった駐車場の場所ということが分かるわけですから、それの望ましいかなというふうにほったらかしにしておきました。そしたらですね、予想が当たったといいますか、その新築マンションの地主大家から苦情が来ました。こんな写真を載せたら、まるでこの新築マンションで練炭自殺があったと誤解されてしまうではないかと。で私も確かにそうだよなと内心思いつつも、今さら他にどうしようもないのでほったらかしにしておりました。で削除しろと、いやしたくないという押し問答を繰り広げていたんですが、そういうことを繰り返していたそのある日、テレビのニュースを見て私はびっくりしたんですけれども、そのマンションでまた人が亡くなってしまいました。事故物件じゃないんだから削除しろと大家は文句を言ってきたわけですが、なんだ結局は事故物件じゃないかと、へっというふうに思いました。以上です。はい、ということで大島テル松原大臣の事故物件ラボ始まりました。いやー皆さん、こんばんは。唐突に始まりました大島テル怪談お送りしました。感想ですね、感想じゃないわアンケートの方を早速取りたいと思っております。ダメですよ、今喋ったらダメですよ、ここで、さらにね、得点稼ぎはダメです。もう怪談、今の怪談のみを聞いていただいて、こちらですね、1番怖かった、2番怖くなかった、3番まだまだ修行が必要、4番事故ってた、この4択ですね。皆さんポチッと押してください、お願いします。いやー怖くてちびった、いいですね。4はどういう、いいですね。事故ってた、事故ってた、これはもう振りやろ、へ5はへって聞きました。おこれは割れましたね。これは怖かったが 16.7%、 怖くなかった 7.8%、 まだまだ修行が必要 33.3%、 事故ってたが 42.2% ということで、アンケートもおかしいですけどね、1番以外全部否定派ですからね、これはい。いやー 5の陛下優勝。さあどうですか、これアンケート結果出ましたけど、テルさん、階段をしてくれということで、もう怖い話できないんですけど、何をおっしゃいましたか、ちゃんと 16% の方が、一番怖いかなという話を披露させていただいたんですけど、怖いかなと自分では思う、自分の中で、どの瞬間が一番怖いかなって思ったんですか。結局事故物件じゃないんだから削除しろとクレームを言っても、結局事故物件になるんですよ。そういう押し問答するの意味がないんですよ。ここで自殺がなかったなんて言っても自殺が起きるってことです。っていうことが怖いってこと。
まあかなというふうに思うんですけど、まあ語りの問題もあるんでちょっと怖くないかなと自分でも大丈夫谷さんが話してくれたらと思います。僕が今の話を話すんです難しいな怖くできるかなそうか、いやちょっとお前であの練習させてくださいできるかな僕も別に語りがうまいわけでもないからなはい、あ。テルの人間性が怖い。僕だから一番怖いのはへの部分かなへはへは5番ですからへは5番はだから勝手に言ってはんのよこの視聴者が。まあでも実際そう思いましたね、はい、その瞬間が怖かった、はい、いやへって思いましたねへって思ったから最後にざまみろって思いました怖いですね、はい、テルさん、ということで改めまして、はい、自己紹介と番組説明を、させていただきます。私自己物件住みます芸人松原谷氏でございます。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、上にあれが出てくれております。ツイッターが開きますよ、はい、ということで、はい、この番組はラボ、研究機関となっております。あ、ちゃんと台本が訂正されてますね。約90分にわたり自己物件の魅力的な世界を我々の体験談やデータをもとにご紹介していきます。90分後ぐらいには、あ、ここも訂正されてますね。前回これ60分で書いてたんですけどね。90分後ぐらいには俺も私も自己物件に住んでみたいと思ってしまっているかもしれませんよ。地上波では聞けないニコ生だからこそ攻めまくれる内容となっております。はい、谷さんブレイクしてちょっと寂しい。まだブレイクしてないんですよまだしてないんです。ヒヤヒヤしてるね今。ブレイクできなかったらどうしようっていう何回かありましたから。何回かあるんですよ。レッドカーペットの時はほんまにこっから売れる絵しか見てなかったけどバリ滑りましたからねバリ滑りましたから、ね、爆笑レッドカーペットの時。だからちょっと今僕ね、結構ナイーブな、はい、ナイーブなあの心境でございますけれども、はい、どこまで行ったっけ。あ、また当ラボはニコニコニュースオリジナルとの、はい、連動番組となっております。番組終了後後日ネット記事としてもアップされますということで、ニコニコニュースオリジナルの、リンクはこちらですね。これなんか前回の、放送された記事と前々回の、はいはい、記事も、アップされておりますのでね、ぜひともそちらもチェックしてみてください。ぜひニコニコニュースオリジナルのフォロー&チェックも、してみてくださいということでございますね。この何々をしてみるとか、はい、あと何だったかな住んでみたいとかの見るっていう字がね全部この言わなきゃ分かんない分かんない、はい、まあ、変換もええかってなったんでしょうね、はい、見学の件になってるんですけど、はい、また自己物件ラボの生放送はこれすごいです。7月9月の夏限定の放送予定だったんですよね、はい、ニコニコホラー100物語との連動も兼ねて今日が最終回のはず、今日最終回のはずなんですけれども、なんと12月までの3ヶ月も追加放送決まっちゃいました。いやすごい。あ、でも12月までなんですねあ、とりあえず12月までですか。そうですか、やったぜ。そうか、僕ずっと続くんかなと思います。あ、一応あと3ヶ月はあと3回6回放送するんですね、はい、2クールやるってことですね。まず、あ、2クール目良ければ、はい、次のクールもいける。あ、いけるかもしれないということですね、はい、ありがとう。あ、すごい、来年もやって予算おりんかったんや。いや、まあそういうことではないと思うんですけれども大丈夫ですよ。多分ドワンゴさんもちゃんとしっかり儲かってますんで、はい、来年も行くしかないだろう君のことということで、さあそれでは自己物件ラボで日々研究を続けてるあの研究員を改めてご紹介しましょう。自己物件工事サイト大島テル代表、殺害予告も受けました。ツイッターのアカウント名は誰だか分かりません、あと電話番号も書いてるからリツイートができません。大島テルさんです大島テルです、よろしくお願いします。はい、はい、先ほどは来ました、ね、はい、階段を披露させていただきましたけれども、はい、はい、今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします、はい、いやでも偉いですね。僕怪談グランプリっていうね、はい、関西で、はい、やってます、はい、稲川淳二さん審査委員長の番組が毎年1回ねあるんですけれども、はい、それで初めて大島照さんが出た時の赤い、はい、あ、はい、赤い女、はい、赤いスポーツカーの話っていうのがあって、はい、
もう無理やり赤っていう色でつなげていく階段大好きなんですけど、それを今日やってくれるんかなと思ったんですよね。しかも赤羽でっていうね。いや、だいたい1回ずつしかやらないですね。あ、そうなんですか。あまりに、あまりに、はい、評判が悪くて、はい、もう心が折れちゃって、いや、評判悪いことはないです。次の話しかできなくなるんで。あ、そうなんだ。もう持ちネタみたいな。さっきの話ももう終わりですね。いや、もう二度とできないですか。いや、もうあんなゲート結果出ちゃったらちょっと、もういやいや、まあそれはだから愛情も込めてですよ。それはこっちの方が面白いかなって思ってみんなアンケートしてくれてるわけですから。まあ次は別の、誰かなんとかオチの部分だけ切り取って、なんかこの自負にしてくれへんかな、ね、へっみんなへを求めてるよ、ほら。これ毎回だからあれじゃないですか、関さんじゃないですけれども、はい、信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな感じの、いや、まあでも全部やった後にへーって終わるぶち壊しじゃないですか。そあ、そうか、自由じゃ音声ないお前やお前やその通りです、お前やな、なんとかできんかな、 TikTok にできないTikTok で、あの階段の残り10秒を TikTok にして、女子高生がなんかやって、へーみたいな、やってくれへんかな。余計怖くないですよ。はい、なんかこんなことばっかり喋ってるから、まだこれ今日2時間いっちゃいます。はい、このペースだったら90分で終わらせましょう。はい、1回ぐらいね。はい。はい、ということで、ヘタケビート、あ、MP4 やったらいけんのか。なるほどな。この後もね、皆さんのコメントを拾いながらのフリートークが中心となっていきます。皆さんのコメントきっかけで話しちゃいけない話もポロッと出てしまうかもしれませんよ。もうこれコピペでしょ、ここ。3回言うてんで、これ。言わなきゃ分かんないですか。皆さん次第ですよ。いきますよ、皆さん。いいですか、はい、さあ。これ、ほんと止まんねん、ここ。コメント止まんねん。ほら、はてなになんねん、これ。いいと思う、よろしくてよ、ほらこれね、へーへー、なんかこう緩やかに流れんのが、なんか弾幕でバーじゃないから、あ、ダメです、いいと思う、ありがとうございます、すいません、もうこれはもう定番にしていくみたいですので、はい、ありがとうございます、はい、返し方わからん、これも先月も見た、その文字、はい、ということで、早速ですが皆さんの意識調査アンケートを取りたいと思います。ちょっともう、これ、あ、もう、もう、フレンドコカもう、台本通り読みますね。では、早速ですが、皆さんの意識調査アンケートを取りたいと思います。では、早速ですが、皆さんにアンケートを取りたいと思います。だから なんでここ2回つながる、まあ、これもう、あえてやったら、もう、これはもう、才覚ですよ、はい。また、これ、いじるんやろな、っていう。ということで、じゃあ行きますよ。先月に引き続き、まずこちらのアンケート、はい、自己物件に住みたいと思いますか、はい、1住んでもいい、 2が1度くらいは、3住んでみたいと思わない、4死んでも、いや、これ毎回取ってるんですね、このアンケートは、はい、前回どうやったかな、前回は11点何パーセント、1が 9.6、 それはエンディングの時ですよね、そうです、エンディングの時に 9.6 になってた、で2が 19.4、 なるほど、だから住んでみたいのが、まあまあ 30% いかないぐらい、なるほど、あ、増えた、やった、住んでもいい 12.6% で、1度くらいが 18.2 だから、あ、でもやっぱり3割超え、3割超え、でも3割ちょっと超え、もう100回ぐらい答えた、そうそう、サインさんよく覚えてるな、いや、もうこの数字だけはね、ちゃんと覚えないと、俺がすでに自己物件、そんなことないですよ大丈夫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 、自己物件でも住んだら都とかね、ありますんで、はい、じゃあこれをまたエンディングで、はい、無駄な努力やと思いますけどエンディングでもう一回このアンケート聞くんですよね、はい、で、まあ意識が変わってるかどうかを調査しようという一応趣旨の番組でございますので、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ続きましてもう一個アンケートあります、はい、自己物件工事サイト大島テルを見たことがある、はい、1ある2知ってるけど見たことがない、3全く知らない、やばい15分経過か、はい、
もうだってこれリピーターの方はだって見てるはずですからね。あ、でもこの前はい、あ、はい、長州小力さんに、あ、小力さんね、はい、私の YouTube で怪談は聞いてるけど、はい、サイトは見たことないって言われました。あ、そんな方初めてでしたね。あ、え、前回その長州小力さんじゃない方でその話してませんでした？え、いや、してないですよ。そんな話してないですよ。何の怪談最強戦の、いやいや、そ、怪談最強戦の長州小力さんですよ、審査員の。あれ、あ、その時、はい、その時ですから。じゃあ一緒の長州小力さんのこと言ってたのかな。そうです、そうです。じゃあ全く同じ話を。ああ、名前出さなかったってことですか、この前。あ、そういうことかもしれないですね。はい、それが長州小力さんでしたよっていう。そうですね、言っちゃいました。はい、はい、全然言っても大丈夫です。はい、はい、コピペだから、テルさんもコピペになってくる。はい、あ、そう、アンケ消すタイミングね。87%、8.2%、全く知らないが 4.8% ですから、知ってるけど見たことがないが、8% だから、まだ12% ぐらい、13%、はい、あ、1番が 10% 増えてる。ありがとうございます。やってみるもんですね。よかったよかった。はい、ということで、もう 100% に、ね、はい、なったら、より大島テルサイトのこのなんていうか精度が上がっていくという、そうですね、ことですのでね、その辺の、まあ、サイトの説明も後ほどさらっとしていただくんですけども、この次のアンケートが、これ本当嫌なんやな。これ本当に嫌なんです。続きまして、私、松原谷氏の、事故物件住みます活動を、書き留めました。こちらの著書、怖い間取り、これもね、ボロボロじゃないですか。2ヶ月連続木村さんが新品を持ってくるの忘れたっていう。ディレクターの木村さんが、はい、これだから僕の私物です、これ、ね、はい、はい、こちら怖い間取り、1が読んだ、2読んでみたいとは思う、3興味ないということで、これ質問も変わりました。変わりましたね、いい感じに。あ、いい感じに変わったんですか。読んでないでしょ、2が。だから読んでないけど読んでみたいと思うか興味ないか、そうですよね、そこの違い。1が 16.8% でした、ね、そう、それで少ないなって。あ、すげえ、ほんまに嬉しい、増えた増えた、 25.4%。 お、いや、嬉しい嬉しい、興味ないが 20.4%。 そうですね、いや、全然悪くないです。その もちろんそれを興味ない方に興味を持たせるように、していかないといけないですから、はい、わ、でも前回見てた人と今日見てる人が一緒とは限らないですもんね。まあ、まあ、そうですね、それ言ってしまえばおしまいなんですけど、はい、でも、まあでも嬉しいですね、増えたな、ありがとうございます。もうすぐ8万部、どうなんでしょうね。そうなんですか、すごいですね。いや、わかんない、ちょっともう最近全然二見さん、二見書房さんから連絡ないんで、もう売れ行き止まったんかなってヒヤヒヤしてるんですけど。あ、そう、Kindle 版出ましたんで、あ、9月20日に、電子書籍でも読めるようになります。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ、またアンケートだった。あ、じゃあもうないか。はい、ということで、あ、そうです。あ、これは何の本ですか。何の本ですか。まあ、いや、まあ、説明した方がいいじゃないですか。はい、まあ、ついでに並んでるのが、はい、大島テルが案内人という私が関わってる本ですね、はい、私が書いたわけじゃないんですけど、はい、テルさんが書いた本じゃない。はい、でも関与してます。事故物件巡りをしてきました。はい、これはあれですよね、菅野さん、あ、菅野久美子さんが、はい、取材をして書かれた本ですね、はい。こちら、え、ちょっといつ発売されたの。おととしですか。おととしの本今宣伝するの。おととしの本今宣伝するの。まあ、ずっと宣伝してます、はい、はい。こちらも、よければね、はい、買っていただきたいんですけど、これはだからテルさんがインタビュー受けてたりするんですか。いや、私が情報提供してここ行ってくださいみたいな。ああ、はい、なるほどなるほど、してます。情報提供だけしたってことですか。いや、文章もちゃんとチェックして、私の関わってる部分もあります。テルさん、テルさん、でもお高いんでしょって。お高くないんですよ。じゃあ値段言っちゃってください、はい、700円もしないですね、税、消費税入れて、はい、700円すると思うでしょ。それがこちらの5本言ってあげてください。619円プラス消費税、消費税、はい、ね、お安いですよ、は
安いんですよということで、はい、だからもうこんなことばっかりしてるから時間がいつも昼飯代だって、おすごい安いにすごい反応してる、あこれ売れるんちゃいます、まあ、安いんですよね、はい、はい、売れる売れる、僕の2分の1より安いはい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、ということで、まずはこちらのコーナーですね、はい、あ違う、本日のメニュー紹介したいと思います。まずはですね、セレブ必見高級事故物件特集、はい、右ですね、そして続きましてのコーナーが今夜決定殿堂入りレジェンド事故物件ご紹介、おいいですね、で最後が松原谷氏これまで住んだ事故物件ご紹介、はい、パート3ですね、これは、はい、といったラインナップとなっておりますので、ですね、まずはこの大島てるさんのサイトを使って事故物件の世界をご紹介していきたいと思います、はい、はい、それでは参りましょうか、大島てるの事故物件どぎついぞ、はい、あ、ちょっと始まりましたね。どっから説明しましょうかね。どっからまず、まあ軽く高級、あ決まった、イエーイ、まず軽くサイトのご説明を初めて見る方もね、まだ1割ほどいらっしゃったんで、はい、この画面を映して、はい、こういうふうに、まあ、世界地図のうちの日本の部分を映してるんですけれども、うん、まあ、事故物件が炎のアイコンで、表示されておりまして、まあ、いっぺんに映してしまうと炎のアイコンだらけで埋め尽くされてしまうので、うん、こう数字でまとめて映してるんですけれども、まあ、こういうふうに寄りで見ていくとどんどんばらけていくというわけで、まあ、これ全部が事故物件だということなんですけれども、まあ、今日は高級事故物件特集ということなので、はい、うん、まあ、やっぱり高級住宅街というと田園調布かなと思いますので、まあ田園調布から移していきましょうということで、三丁目のですね、この西側線路の西側東横線の西側が、こう地図で見ても扇形になっておりまして、ちょっと青くなってます、はい、こういうふうに、うんうん、ああすごい、はい、扇形になってますよね、こういうふうに、あんまりよく見えませんか、こういう土地になってる、はい、なんでなんやろ、あこれはあのそういうふうに区画整理したんですけれども、区画整理で、あというか中心には何があるんですか、駅です、ここ駅です、駅を中心に扇形になってるんです、はい、はい、ちょっと見づらいかもしれないですけど、まああえて見づらくしてると、その差し支えもあると思いますので、いやでも田園調布言うてもねえで、であのまあ、あのご覧の通り、あのご覧の通り炎のアイコンが全然ないじゃないですか、全然ないですね、はい、であのこれは別にバグってるわけじゃなくて、もともとあんまりないわけです、本当にないんですか、はい、で、うん、そのなそんな中でポツポツとあるいうところなんですが、うん、まあ明らかに目立つのがここなわけですよね、ありますね、はい、はい、これをクリックすると、まあ、こういうふうに豪邸がありまして、はい、ちょっとやっぱりちっちゃいですけど、うん、まああんまり大きく写すのも差し支えがあるので、うん、このぐらいでいいかなと思うんですけれども、はいはい、見るからに豪邸じゃないですか、もうすごい木がすごいな、そうですね、これも公園じゃなくて庭の木ですけれども、うんうん、やっぱりそのお金持ちがちょっとでも安い事故物件豪邸に住みたいなんてやっぱり思わないわけですよ、ほうほうほう、お金が余ってるわけですから、うん、ですからあのこういうところに住む人こそ知らず知らずのうちに殺人事件現場に住んじゃってたなんていうことを避けたいわけですから、ほとんど何しろお金も出してるのにほとんど事故物件じゃないわけですから、その町中全部事故物件ならともかく、ね、こんなほとんどない
ところに偶然たまたま運悪く住んでしまうっていうことは避けたい。避けたい、はい、はい、でやっぱり案の定ここを地図で見るともう取り壊されてるんですよね、建物の形がもうないわけですよ。あ、本当ですね。はい、ちょっと地図だと見づらいんですけども、はいはいはい、というわけでやっぱり建て替えて次の人が住むと、そういうことでチャラにしようかなっていうふうに考えられる。今現在、はい、建物がないってことですか。そうですね、この写真に写ってる、まあ、あの木しか写ってませんけど、このお屋敷があったんですけれども、はい、あのそれがもう今ないっていうことで、あ、もうこの写真はだからもう今はなきに、ね、そうですね、はい、それでじゃあその、まあ、今から4年ぐらい前にここで無理心中があったわけですけれども、うん、無理心中っていうのは便利な言葉なんでよく使われてますけど、結局殺人犯が自殺したっていうそれだけなんですが、はあはあ、一緒に死のうっていうことではなくて、うん、殺した方が死んじゃったっていうことなんですけども、あ、これがですね、殺人事件ですよね。そうなんです。でこれ何があったかということなんですけれども、はい、おじいさんが若い奥さんを銃で撃って、うん、その後自分のことも撃って二人とも死んじゃったっていう。ほう。で70代のおじいさんが30前後の奥、うん、若い奥さんを撃って、はい、うんうん、発見したのがこのおじいさん夫の方の娘なんですけど、再婚ってことですか。そうです、ね、あ、その娘の方が奥さんより年上なんで、はい、年上なんだ、ややこしいな。という医者ですよね、医者というか病院のもう理事長ですね、おじいちゃんが。そうです、はいはいはい、でもちろんその暴力団じゃないんでちゃんと許可を得て銃を持ってたわけなんですけども、うん、もうお金のかかる趣味ですから、その猟とかっていうのハンティングっていうのは、うん、ですから結構お屋敷に銃があって、うん、喧嘩の時に使っちゃうっていう。喧嘩の時に銃を使っちゃうってことがあるんですよね。はい、まあ喧嘩ってその子供の喧嘩じゃなくて本当怒って撃ってやるって言って撃って、はい、まあ自分も撃つっていう。準備かかるんじゃん、猟銃だと。いや、まあそうですけど、はい、まあ本当にムカついたんじゃないかな。ムカついて猟銃で、はい、でこれはそのまあ今の時点で売りに出てるかどうか分かりませんけど、うん、壊してってことはもう買い手がついたってことなんじゃないかなと思いますけど、はいはい、だからそのマップ上はまあまあ最新というか、はい、今の情報が反映されてるってわけですよね。はい、ですからそのいくらで売れたみたいな話ができればよかったんですけども、うん、まあそういうところまではフォローしてないんですが、うん、やっぱり田園調布のしかも3丁目ですから、はい、あのちゃんと事故物件でも買い手がつくっていうことかなと思います。はあ、土地汚れてそう。でもこんだけ事故物件がないってことはそんな汚れてない地、いや、そうなんですよ、あの、うん、このエリアにほとんど事故物件がないからこそ、うん、どこがその現場なのか気になるっていうことかと思います。うん、もしこの、はい、ないんですかその事故物件。それはあのもちろん私がたまたま知らないだけっていう可能性はありえますけれども、うんうんうん、ただそんな人が撃たれて死んだなんていうぐらいになったら大騒ぎになりますから、はいはい、その規模で騒がれた事件、うん、事故はこの辺りでは少なくともこのサイトができて以降はないっていうことですね。うん、まあでも確かにその一軒家が多いっていうことじゃないですか、はい、豪邸が多いってことは。そうです。ってことはまあそこに亡くなっても、はい、見取られてたりとか、はい、家族が残ってたりとかってなると事故物件にはならないわけですもんね。あの自然死であればですね、うんうん、はい、もちろんあの亡くなった瞬間に人がいてもそれがなんで亡くなったのかっていうのが殺されたとかだったらダメですけど、はい、はあはあ、なるほどな。まあでも比較的平和というか。そうですね、はあ、でやっぱりあの私なんかだと事故物件、うん、高級事故物件、豪邸というふうに連想するんですけども、うん、最近の感覚でいうとやっぱりタワーマンション、ね、タワーマンションもまあ高級事故物件ですよね、はい、でそれでちょっとその東京で湾岸エリアに、高級なタワーマンションがありますから、うん、そっちの方に
ちょっと移っていきたいと思うんですけれども、俺のとこなんてそこら中にマークあるのに大丈夫です。僕の近くにもちょっとそこら中にマークあります。僕の住んでるとこも、はい、タワマンは飛び降りれるからなななんだろうな、おかしなことを言ってるんですけど、なんかほのぼのした感じで書き込んでる。そうですね、ですねここなんですけれども、はい、これはですね、ちょっと待ってください。はい、今チロッと見えてしまいましたけれども、この天気が悪い日に撮っちゃった不気味な、あ、怖い、はい、マンション、うん、ここで現職の大臣が自殺するということが今から6年ぐらい前にありまして、覚えてますか？いや、なんか、はい、かすかに覚えてるよ、なんか、うん、気はするけど、一致はしてないですね、それがどこの話か、はい、で大臣ですからね、うん、あの陰謀論、陰謀説も随分と、あの、なんとか還元水の人じゃないですよ、 その人も自殺したんですけど、うん、その人じゃない方なんですか、はい、でコメントにもありますけど、あの水の方じゃない人なんですけども、水の方じゃない人、はい、はい、水の方ってそれのこと言ってたんですねで、はい、それで、中川大臣でもないんですけども、はい、中川大臣に関しては言っちゃってるから、ね、いや、じゃないってじゃないってね、一軒家ですから、はい、あの方で自殺じゃないですし、ちゃんとチェックしてんだよな、はい、でですね、はい、まあただここは別にそんな陰謀論的な話をしたいんではなくて、うん、この部屋番号なんですよ、うん、ここちょっと字がちっちゃいですけど、はい、谷さん見えますか、ここ、あ、こっち僕は見えます、はいはい、お、すごい、だから数字が4桁、はい、うん、27105室なんですよ。まあまあ、いやまあ、いや、どこのマンションかは、どこのマンションかは言いませんけど、はい、27105室なんですよ。はい。はい、まあ27階ってことですよね。はい。はい、いや別に、なんでこっそり見せて、ま、マンションは言い、マンションは言いませんけど、マンションは言いませんけど、あの、部屋番号を言ったっていいじゃないですか、どこのマンションか分かんないですけど。で、言っていいか悪いかあなたの判断ですけど。でところがですね、はい、コメントにもありますけども、はい、そのすぐ近くに、うん、まあ、いっぱい事故物件あるエリアではあるんですけど、あ、そうなんですか、まあ、まあまああるっていう感じなんですけど、うん、この別のマンション、この近くの、はい、ここでも殺人事件があって、まさか犯人が飛び降りたんですけど、うん、そこも27105室なんです。来たで来たでってこういう話しましたよね、前も数字シリーズ来たでいや、こう、いやでもすごい偶然ですよね、2710でっていうのは結構あるじゃないですか。いや珍しい珍しい、はい、あの前は404号室だった、そうです、404が3回繰り返されたっていうことなんですけど、はい、今回はまあ2710が、はい、あのまあ2回なんですけど、亡くなってるのは3人です。1人自殺して1人殺されて、うん、犯人が飛び降りてますから、うん、同じ部屋ですけど、こっちは同じ日にダブリじゃないです、この刺した人が自殺してると。え、これは似てるなんですか。まあそうですね、これはこっち刺されたのは部屋の中ですし、こっちはあの下の方にぐちゃってきてますから似てるんです、はい、ただまあそのタワーマンションたくさん2710運動って何あのまああの2710があのもう一回あったっていうところがやっぱりこうあの近くでね、はい、私はこのニュースを見た時、え、また2710、この間もこの辺であったじゃんって思いました。8020運動はね、分かる、はい、2710運動歯の健康のやつ、はい、あ、ただですね、最近事故物件絡みで言うと8050とかあるんですよ、はいはい、それを80代の親を50代の子供たちが
世話すると、うん、あでもその子供って言ってももう50代なんで、あそれは僕も、はい、大変だっていう、うん、なんか特集やってますよね、はい、うん、8020ではなくて8050っていうの、7040とかもあります、ね、7040もあるんです、はい、同じことです、70代の、うん、親世代を、はい、40代の子供世代が介護したりするっていう、うん、単絡んでます、いや単じゃないです大丈夫ですか、はい、もらっていいですか、はい、というわけなんですけれども、はい、あの今東京のこうベイエリア、うん、湾岸の話をしてるんですけど、はい、やっぱ湾岸というとですね、どうしても触れたい話がこの、まあ、同じすぐ近くなんですけども、うん、ありまして、こっちですかね、お台場声がすごいな、はい、大丈夫ですか、おだ、ネクタイです、ネクタイ、ネクタイです、あのネクタイで声がガタガタです、よくわかんないお台場なんですけども、はい、はい、ここでですね、はい、お台場で、まあ、某テレビ局の真ん前なんですけども、ああここに2つシルエットも似た感じのタワーマンションが2つ並んでるじゃないですか、うん、嘘やろまさか、そして2つとも嘘やろ事故物件なんですけども、はい、これ別に部屋番号同じとかそういう安定はない、同じネタじゃないですよ、はい、違うんですけど、はい、こっち、まあ、上から見ていくと1309号室で殺人事件があったんですが、うん、これはですね、日本人のおっさんが、うん、東南アジアの方の女性を殺したんですよ、うん、ああ考察ですか、はい、はい、で隣の、うん、ま、タワーマンションでも、はい、死体損壊ってありますけど、死体損壊、はい、2610号室ですけど、うん、これもですね、まあ、バラバラにしたっていう罪状ではあるんですけども、うん、日本人のおっさんが若い外国人の女性を、うん、まあ、殺してバラバラにしたっていうことで、はい、まあ、あとは皆さんで調べていただきたいんですけど、その女性の国籍とか、うん、職業もほとんど同じような感じだったかなと思います。ほう、なので私はこの2ついつも混乱して説明するときにどっちがどっちだったっけなって分かっ、あの混乱しちゃいます。ほう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 、そうですね、なんかコメントにいろいろ出てますけど、はい、あの女性の方の国籍職業も共通してたかなという感じです。おお、まあ細かく言うと違うんですけど、はい、部屋番号も違いますし、ですけど、まあ、混乱しますね。一方はバラバラにしてますし、一方はバラバラにしてないんですけど、はい、はい、そんな感じです。混乱するのはでもテルさんの問題ですよねいやでもこの辺に住んでる人もやっぱり、はい、あれなんかあっちのマンションでも同じような事件なかったかって思ってますよ。はいはいはい、いやいや、まあ混乱して困るのはテルさんの問題です、はい、説明する、はい、というわけで、はい、ただですね、 あれですよね、はい、その高級住宅、高級マンションの、はい、まあ分かんないです、この一応あるあるというか共通点として、はい、まあ、その外国人の女性がなぜか部屋で殺されてるっていうパターン、はい、まあ、あの同居っていうわけじゃなくて連れ込んだんですよね、うん、それちょっと遊びに来いみたいなっていうのもありますよということなんですね、はい、まあ、あのものすごくボロアパートじゃないってだけで、うん、2610惜しいって数字が気になってたあの超高級というわけじゃないですけども、はい、うん、はい、で、またちょっとどうしても私は豪邸というと高級というと一軒家を思い浮かべてしまうんで、はい、一軒家の方に移りたいと思う、まあ、戻りたいと思うんですけども、タワーマンションね、うん、なんで一軒家のイメージですもんね、高級住宅。なんでこの物件をというとですね、はい、ここもですね、まあ、結構陰謀論的な話が、うん、あの当時騒がれたんですけども、はいはい、
見えますか。あ、見えます、はい、8年ぐらい前に東京目黒でこの豪邸じゃないですか、豪邸いいところにある一軒大きな庭付き、はい、車庫付きの、はい、ここで弁護士が首吊り自殺したんですけど、ただの弁護士じゃなくて、うん、銀行の役員もしてたと。でその銀行が不祥事が続いてたので、うんうん、まあやっぱり何かこう殺せ消されたんじゃないかなってことが噂されてると、はいはい、いうところなんですけど、まあそういうそのまあ有名人ってわけじゃないんですけど、うん、偉い感じの人が死んじゃって事故物件になるっていう物件自体は東京にはいろいろとあるんですけども、うん、なんでこの、物件を今ご紹介してるかというとですね、はい、先週ですね、ちょうど先週、うん、英語で私のところにメールが来まして、うんはい、この物件を買いたいっていうことを。なんで買いたいの？テルさんにメールが来る。あ、もうそれは誤解です。あ、誤解なんですけど、うん、私があの事故物件を売り買いしてる業者なんじゃないかと思って、うん、思い込んで、うん、英語でこの家を買いたいと、うん、いう問い合わせが来ました。それで思いました。物件紹介サイトと思われてる、思われたってことです、はい、で買いたい人は別にその海外の投資家とかじゃなくて、はい、日本にいる外国人の方が、うんまあ、事故物件気にしないよっていう感じで、あるいは安いならってことなんだと思うんですけど、ここいいなって思って、はい、売ってくれっていうふうにあの問い合わせがあった、はい、それをちょっと思い出したあ、思い出したってことなんですか。はい、それで、まあ、今日あのご紹介するのにちょうどいいかなというふうに思います。あ、まあ、この写真を見てああいいなって思ったんじゃないかなと。いくらですかみたいな感じで、はい、不動産サイトに思ったんですね、はいはい、そうか、ちゃんと説明しないとダメですね外国の方にも。そうですね、はい、これこっち問い合わせても買えないよ今、まあ、返事してませんけど、はい、返事してないじゃあもうずっと返事来へんなって思ってるその外国人で、あのちょっとお金の話もしないとあの分かりにくいと思うんで、はい、あの返事してやれよあのベッカムの話をしたいんですけど、ベッカムの話どういうこと、どこにサッカー好きでしたっけ。出てきます。はい、あ、じゃあ僕、はい、はい、すいません、ピースになってますね。はい、ベッカムの話。はい、え、サッカーとか好きなの？あのワールドカップとか見るんですか？あ、もう私はあのフランスかぶれなんで、フランス、え、ちょっと待って、フランスかぶれなんですフランスかぶれだからフランスのあのまあこう追ってましたけど、フランスのジダン、ジダンとかを。いやいや、この間のあーワールドカップの、はい、そうです、はい、あの何でしたっけ、M ボマじゃなくてバッペです。バッペ、何でしたっけ、おかげでだ、ね、はい、で、似合わないというか、で、ですね、というわけでベッカム自体に興味があるわけじゃないんですけども、はい、あのご存知の通りイングランドですからイギリス人というわけですよね、うん、で、それがですね、あの、はい、ちょっと問題があるので画面は映しませんけどカンペ代わりに読んでんですけど、あのアメリカのフロリダという、うん、まあその日本で言えば湘南みたいな別荘のあるセレブの豪邸がずらっと並んでるようなエリアに、うんうん、その邸宅を購入したわけですよ、はい、ベッカムが、はい、イギリス人がアメリカの物件を買う。で、じゃあその物件はどういう物件なのかというと、うん、ベルサーチ、あのイタリアのデザイナーが射殺された事故物件なんですよ。そうなんや。ほう。つまり、まあ、あのよく外国人は事故物件気にしないとか、はい、そういうふうなことがよく言われたりするわけですけども、はい、まあ、外国人といっても中国人もいればアメリカ人もいればいろんな人がいるわけですけども、まあ、一つの例として今お話ししたいのはアメリカの事故物件、アメリカの豪邸で
イタリア人が射殺された、うん、そういう物件をイギリス人が買ったというケースなんですけども、うん、まあそのセレブの建物なんで、うん、130億の価値があると言われてた、うん、130億円ですよ、はい、日本円で。それをベッカム夫妻は60億ぐらいで買ったと。おお、お得、お得ですね。まあ日本でいうバブル崩壊みたいな、うん、そういうその不動産の全体的な市況の変化も本当は考慮に入れないと、はい、あの何とも言いようがないわけですよ。例えば単に時間が経って値下がりしただけなのかもしれないわけですから、うん、だから全てがベルサーチが射殺されたせいで、ここまで値下がりした、うん、とは言えないんで、なかなか難しいんですけども、ただ重要なのは、うん、出てたんですね、売りに、うん、はい、重要なのは値下がりしたってことなんですよ、うん、でなんで値下がりするのかっていうところが大事で、うん、それはあの何もこう法律で人が撃たれたら値下げしろとか、うん、そんなことは決まってなくて、うん、ほとんどの人がそんな人が撃たれたところなんか気持ち悪い嫌だって言うから、売る側がいやいやしぶしぶ値下げして、どん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 こう下げていったら、うん、ベッカムが手を挙げたって、まあ、そういう。あ、だからベッカムその事故物件だから住みたいって言って手を挙げたわけじゃないってことですか。まあ、安いからってことですか。まあ何考えてるか自体は私はもちろん分かりませんけど、そのでも何考えてるかテルさんには分かんないでも大事なことはそのほとんどの人が嫌がったから値下がりするってことなんですよ、はい、値下がりはね、はい、だから外国人は事故物件気にしないと、うん、いうことではないんですよ。値下がりするっていうことが何よりも嫌がられてる証拠なんですよ。でそれは日本の不動産に限らず、アメリカの物件もそうなんです。特にこういうお金持ちの世界は、はい、今日はテーマが高級事故物件ですけども、はい、お金持ちの世界ではそんなやっぱりなんでそんなわざわざ事故物件になんか住まなきゃいけないんだっていう意識が強いっていうことです。もう外国の方もあるってことなんですね。そうなんです。その証拠に安くなるっていうことです、うん、で結局はでも買ってるんですよ、このベッカム夫妻は。だから気にしない人もいるじゃないかっていうことにはもちろんなるんですけど、でもそれは安かったらというだけで、なんで安くなるのか考えてほしいっていうことです。どう、ね、コメントもにもありましたけど、イギリスのタニシがベッカムっていうことなんですね。日本のベッカムがタニシっていうことになるっていうことですかね、これは。そうなんですよ。 ただですね、ここでちょっと私が着目してるのがですね、はい、このビーチのそばにあって6100平米の敷地、まあ、もう広いんですよ、うん、で寝室が10個あって別途呼んじゃダメです。テレさん自分が喋ってる時に面白いのを呼んじゃダメです。あの寝室が10個もあって、うん、バスルームが11個もあるんですよ。バスルームが11個、はい、はい、なので、はい、そのベルサーチが射殺された場所、血だらけになってた場所を気持ち悪いんだったら、そこだけこう封鎖すればいいじゃないかっていうことになるんですよ。で残念ながら玄関で射殺されてるんで、ちょっと通らないわけにはいかないんですけども、ただこれはあの日本でもよくあることなんですけれども、その例えば3部屋 3LDK みたいな、まあ 3K みたいな感じですかね、あの和室が3部屋ある、うん、タニスさんも昔バラをバラを置いてどれが一番先に枯れるかとか、はい、やってます。すいませんやってましたけれども、はい、すいません。怖い間取りをなんてことするんですか。すいません怖い間取りを。やっぱりその人が殺されたモロの現場の部屋っていうのは、はい、一箇所のはずなんですよ。でそこだけは気持ち悪いから使わないということはあり得ると思うんですけど、でも3部屋のうち1部屋潰しちゃったら、家賃が3分の1減ってたとしても、安くなってたとしても、得でも損でも何でもないってことになっちゃうんですよ。なのでその何分の1
潰しちゃうかということと、うん、家賃の割引率の兼ね合い、これが大事だっていうので、はあ、で値段が決まるっていうことか、はい、でこのベッカム夫妻の場合は、はい、半額ぐらいで買ってるわけですから、うん、半分ぐらいの面積をもう気持ち悪いから使わないっていうようなことをしてもまだ得だってことですよね、はあ、それだけ安く買えてるわけですから、はいはい、すごいなあ、まあベッカムも事故物件に住んでるということですね、はい、で、はい、私のパートはそろそろ終わるんですけれどもちょっと最後にですね、はい、一つあ すいません地図に戻りたい、あ自分で戻ります、はい、まあ、東京の話ばっかりしたじゃないですか、はい、でちょっと少しは関西の話をしたいなということでですね、うん、事故物件対談申し込もうベッカムと僕が対談できんの来てくれるかな、ホワイマドリートークショーに。ベッカムの家の間取りみたいですねどんなんなんやろ、こうはそんな趣味ないと思うぞ、まあ、関西の高級住宅っていうとね、まあ、あそこかなっていう気がします、はい、いや玉手ではない絶対奥池での殺人事件の写真もあるんですけれども、うん、今最後に私の時間ちょうどいいんで、あれはい、あすいません、はい、ちょっと待ってくださいここなんですけども、はい、はい、マンションの名前がえ何ですかこれ、これはい、読んでもらえますか、え読んでいいんですか、はい、高級マンションヒロ、はい、マンションの名前に高級って入ってる物件が大阪にありましてすげえ、はい、すげえ高級マンションって名前に、はい、でしかもこれ火災による死亡ってまあまあ実際火事で人は亡くなってるんですけど、これ火つけた人逮捕されてますから、ただの失火じゃないんですよ、はい、はい、でこの写真ですよ、この写真の物件が、はい、高級マンション、はい、プレート表札を見てびっくりしたんですけど、高級マンションヒロと書いてありました、綺麗な、自分で言っていいんですか、いやこういうの関西にはたくさんあるのかなと思ったんですけど、どうなんですか、いやないです関西みんな高級ってつけてると思った大間違いですいやこれ僕も初めて見ました、はい、はい、まあこれでこの近くに住んでましたけどね昔そうですか、僕見たことなかったなはい、高級マンションっていう高級マンション披露か、はい、すごいな、よく見つけましたね、これ事故物件だからここなだけで、あ、はい、事故物件じゃない高級マンション、こんな感じの高級マンションも、はい、それは他にもいっぱいあると思いますよ、はい、あ高級美容室って看板の店あるらしいですよ、あなるほど、大阪に、はい、大阪はアホなんかな、いや、いや、なんでそんなんつけんの、まあ高級感はあると思いますけど高級感あんのかな、はい、まあはい、ね、名前だけでも高級感、はい、いやいいですね、はい、というわけです、そういう感じですか、はい、あれは出さなくていいですか、はい、なんでしょうか、いけますか、はい、まあ別に出したところで大したあれではないんですけど、うん、大丈夫ですか、はい、某オークションサイトで、はい、ああそうですね、はい、はい、落札された、あれももう早いですね、はい、2年前とかにあるんですかね、はい、落札が2年前ですね、はい、あれもまあ高級住宅、はい、豪邸が、あれは強盗殺人ですかね、そうですね、はい、でまだ未解決ですよね、未解決です、はい、うん、千葉県ですね、でその殺害現場の物件が、はい、あるオークションサイトで、はい、競りに出されまして、はい、で落札されたというニュースがありましたけれども、はいはい、あこちらですかね、はい、あこれあ出てますね、はい、なん、1111万1100円、はい、で
落札されたって、はい、これニュースになりましたけど、はい、これはね、今、はい、何でしたっけ、今どうなってるんですか、これは。いや、今どうなってるのかちょっと分かんないですけども、買った人は、うん、セミナールームだとか、はいはい、セミナーハウスだとかシェアハウスだとか、あと、うん、あの東京オリンピックに向けて、うん、民泊のように外国人向けに貸すとか、いろんなことをインタビューで言ってたんですか。答えてはいました。ただ実際どうするかはちょっと分からないですね。これってそのな落札するこの入札者っていうのはどれくらいいたんですか、ね。はい、結果的にはこう蓋を開けてみたら一人だった、この人だけだった、この人だけだったんだ。という意味では、最低の価格が700何万そうですね。ですからあと300万ぐらい安くても、うん、もっとですね、300万400万近く安くても、まあ、買えてたっていうことですね。こう話題になった時点ですでに入札の締め切りは過ぎてましたから、はい、あのニュースをヤフーニュースとかを見てヤフーって言っちゃいましたけど、あのそれを どうしたんですか。バブーが今ちょっと赤ちゃん言葉が過ぎますよ。赤ちゃんそれを見てなんとか帰りがそれを見てあの買った人はいないってことです。はい、バブーって急にバブー言われても分かんないですよ、ね、赤ちゃん帰りが、はい、そういうプレイですか。はい、はい、まあ、でもね、なんか1億か2億の豪邸やみたいな話ありましたけどね。まあ一軒家でもうバブル期にできた、はい、あの豪邸ですから。はい、はい、ということで、はい、お送りしてまいりました、高級事故物件ご紹介の、はい、コーナーでございました。はい、はい、ですね、あ、セレブも必見高級事故物件ご案内ですね。はい、さあ、あかんな、もうこれ2時間ペースやな、どっちにしても。いや、かなり、いけますか、かなり巻きました。はい、はい、もう1時間経ちますけど、あの最後の千葉のがなければ、いや千葉そんなやってない。千葉だけで5分ぐらいで別に。そう、千葉さんやってなくてもそんな変わらんて。はい、じゃあ続いてのコーナー参りましょう。はい、続きましてはこちら、殿堂入りレジェンド事故物件紹介。ここからはですね、事故物件の中でも殿堂入りされましたレジェンド、誰が殿堂入りさせたよ。レジェンドたちのお話をしていきたいと思います。はい、番組では事故物件のスペシャリストの2人とあくまで独自に殿堂入りとさせていただきます。事故物件のスペシャリストの2人であくまで独自に殿堂入りとさせていただきます。皆さんどこの物件がレジェンドだと思いますでしょうか。最後にアンケートを取って皆様と一緒にベストオブレジェンド事故物件を決定したいと思います。はい、はい、電動で、そう、電動事故物件、その電気の電で動く事故物件はもう怖いでしょ。電動の事故物件、はい、電動ね、殿の動です。はい、さあ、では番組が勝手に電動入りとさせていただきました物件、パソコンの画面を使ってご紹介していきたいと思います。はい、まずは PC 画面、まずはこちらですね。はい、あ、もう大島テルサイトから出すんですね。はい、こちらの物件は、まあ、物件というかもう地区ですね、場所ですね。あ、地区ありなんですか。地区ありなんですね。はい、地区ありでした。はい、これ読んじゃっていいんですか。はい、江東米ですかね。なんで江東米じゃないですか。高島平、高島平って読むんですね。高島平、はい、はい、こちらの、こちらがレジェンド事故物件ということで、あの、まあ、あれですよね、むちゃくちゃ飛び降り自殺が多いとされてる場所、まあ、多かったとされてる場所ですね。はい、もう何年前ですか。にもっと、いや、もうだいぶ前です。私がこの事故物件サイトを開設、うん、創設した時点ですでにかなりいろいろな対策をして、はい、あの、だからといって昔の
自殺がたくさんあったっていう事実は消えませんけど、うん、はい、あの毎日毎日人がボンボン飛び降りるというような状況ではすでになくなってましたね、うん、なるほど、網も張ってあって飛び降りようとしてもできないっていう、うん、あ1980年ですね、はい、そうですね、はい、あなるほど、1977年に高島平団地で親子3人が飛び降り自殺をして、その事件をマスコミが報じちゃったんですね、はい、すると、はい、自殺の名所として有名になって、はい、これすごいですね、1980年に133人に達し、はい、社会問題となった、めっちゃ飛び降りてんねん133人飛び降りたんですか、あーなるほど、でその防止、自殺防止するためにフェンスを、はい、あ、まあまあ、写真がある、すぐにというわけではないんですけども、うん、まあ、今はもう無理ですね、うん、なるほど、今は自殺できないようになってるんですね、これ夜にの高島平団地、お、まあ、夜行ったらどこでも怖いけどな、やっぱすごい、あ完全自殺マニュアルでも載っちゃったんですね、あれです、あの村田ラムさん、はい、ライターの樹海、はい、樹海によく行く樹海校の発売中の村田ラムさんが、はい、韓国のなんか飛び降りスポットの、はい、橋、ね、あそこで、なんかその自殺しないように、はい、なんかキムチとかトッポギとかの写真めっちゃ貼って自殺防止みたいなして、それがニュースになったら、はい、あここで死んでいいんだって言って余計3倍になったっていう自殺者が3倍になった、3倍かもっとかななったってお話してましたけどだから、ね、こう報道するとね、ここで死んでいいんだって来る人がね、 それはあのいろいろ私も思うところあるんですけど、確か名前がついていて、はい、うん、なんとかテル効果という、なんとかって大島テル効果じゃないですか、いや違うんですけど、なんとかテル効果っていうテルの部分だけ覚えてるんですねはずです、なんとかテル効果っていうんですか、はい、効果はあの効果音の効果ですけど、効果音の効果ね、効果音の効果わかります、はい、効果下の効果ではないのはわかります、はい、はい、なんとかテル効果っていうんですけど、大島テルじゃないんですけど、はい、後で調べましょう、はい、でここがこれすごい夜の団地の風景ですかね、うん、2階以上の、うん、ベランダと踊り場に全部柵がついてる、はい、あ、ほんまや、すごい、はい、2階からは飛んでも死なないってこと、いや、ただですね、あの私の知っているケースで言うと、うん、2階からでも死にますね、打ち所悪いと、あ、まあ、でも、はい、せっかく高層団地に来て2階から死のうってなんか思わないですもんねまあそうですけど、極端なケースだと地下1階から地下2階に飛び降りて死んじゃった人もいますからすごいな、はい、高さってなんなんやろ分からなくなってきますよ、はい、すごい、これ実際、うん、行ってきたんですか、この木村ディレクターさんは、はい、あのラムさんと一緒に、あ、それこそ村田ラムさんと、はい、どんな雰囲気でした？いや、もう、まあ、いわゆる普通の集合住宅なんですけど、うん、まあ、2階以上、どの建物もその柵がついてるんで、うん、やっぱそれは見た感じ、異様です。へぇー、その、なんだろう、でも80年ってことはもう30年、40年前、そうですね、はい、お話ですから、またそんな、なんというか、なんでしょう、自殺スポットって呼ばれてそうな雰囲気って残ってるんですか？いや、外国人が多かったですね。あ、やっぱ知らない、はい、そうか、商店街とかもあるんですけど、まあ、古い感じなんで、はい、外国の商店がすごいいっぱいありました、ね、はいはい、あ、外国人がだから住み着くんですね。てか、でもあれなんかな、そのなんていうか、都営住宅とかではないのかな、外国人住めるんですか、そういうのって。あ、住めます。あ、住めるんですね、はい、あ、でも確かにそうですね、愛知の方でもそのブラジル人だったかなんばっかりがこう住んでる団地とかがあったり、はい、群馬にもありますね、はいはいはい、まあ、そういう感じになってるんですかね、はい、OK ですか、画像は。高島平、あ、こういう、あ、保見団地ね、はいはい、あ、こういうは外国人多いんだ、おお、まあ133人はちょっと飛び降りすぎやな、なんか結構そうですね、
明石の明石って言ってわかるか、はい、僕地元が明石の隣の神戸の舞子っていうところなんですけど、はい、ギリギリ明石市 に行かない神戸市なんですけど、あそこよく知ってます。あの西明石の駅とかの近くですよね。え僕が今から喋るところですか。あの枝吉とかのあたりじゃないですか。いやちょっとまあ詳しい場所は言えないんですけどなんで知ってるんですか。いやそれはあれですよ、これ私のツイッターのアカウント名に関係あることなんですけど、まあ今度にしましょう。あ今度にしましょう。まあ私のある場所 が、はいはいはい、がすごい飛び降り自殺が多いところで、はいはい、なんで飛び降り自殺多いかっていうと、ちょっと丘になってて、はい、その建物自体がで下から見るとなんかねピサの斜塔みたいな、はい、こうなんか斜めってるように見えるんですよ、はい、なのでなんかこう集まってくるんですよ、よそから飛び降りる人が。あそうなんですか。っていう建物もあったりしますからね。なんか飛び降りやすそうな場所っていうのがあるのかもしれないですね、もしかしたら。はい、じゃあ続きましていきましょうか、はい、続いての物件は出ますでしょうか。はい、今はフェンスで首を吊る、斜めに見えるだけなんですよね。もちろん建物を斜めってたらもうおかしいんで、はい、逆元気玉みたいってどういうことですか。元気はパワーを集めるけど負のパワーを集めるってことなのかな、なかなか出ないですかね。噴水効果っていうんですか。あれ疲れました。いや いつの間に飲んでたんですか。空っぽやな、すごいな、お疲れモードバキューム打てる。はい、行きますか、はい、じゃあ続きましてのレジェンド事故物件はこちらです。はい、出ました。お、これは岐阜にあるマンションですね、こちら。ほうマンションになるのか、マンションか一応。あ、はい、まあ通称マンションと言われてる場所で。何マンションって言われてるんですか、これ。まあ、心霊マンションって言われてるんですか、はい、ってことはこれは名前出したらあかんやつかな。いいのかな、出して。いや大丈夫ですか、はい。こちら僕も行きましたね。ポルターガイスト現象が大量に発生すると言われる、これも何年前に取り上げられたのかな、これも結構まだ霊能者とかがバリバリ活躍してる時の、時代なので20年30年前でしょうか、はい、あ全然違うわ、1999年だ。え1999年に完成して。そうなんですか、はあ、意外とあれなんですね、最近なんですね、で完成して2000年頃から入居者が、この怪現象に気づき始めて、まあビシバシだのキーだのの、ガラス瓶が転がるような音なのがこのマンション全体で、いろんなところ至る所で聞こえてくるとっていうことから話題になりまして、はい、でこれもテレビで特集されちゃったんですね、はいはい、でこれすごいです。このまあ団地がいわゆる岐阜県にある名前言っちゃっていいのかな、はい、高畑住宅っていうんですかね、はい、幽霊マンション、アンビリーバボでやってましたね、はい、でここが どの辺なんですか、岐阜県の岐阜県の、これ何って読むやろ、深、はい、深町でいいのかな、深町幽霊マンションで合ってるかな、はい、ああそうそうそう、食器が飛んだやつ、これがね、こういうね、はい、このマンション内の部屋番号書いてるんですけど、はい、この一応この赤いマークが、被害多数と、はい、で青いマークが被害ありということで、3分の
2の部屋、4分の3ぐらいかな、が何か怪現象が起きてると。あ、トミカって思うんですね。トミカ幽霊マンションで、実際特に404号室5号室とかがいっぱい現象が起きてたみたいな。はい、テレ東のオカルト番組でも。あ、そうで、実際僕木村さんと前まで行きましたね。はい、はい、前まで行きまして、実際に住んでおられます。あ、そうなんですか。はい、もちろん住んでおられます。で、一応その霊能者の方たちがいろいろお祓いをされてた、して、それがテレビで放映されたりもしてるんですけども、はい、特にですね、まあこの地域の、偉い方がですね、この騒がしい幽霊と戦うために枕元に木刀を常備してたというだけど何を切ればいいのかわからなかったって証言してる。その音に対して木刀は用意したものの何を切ったらいいのかがわからなかったんだっていう証言されてますそうですね。で、ちょっとね、まあその霊能者がちょっと集まってきて、はい、まあこれ本当に良くない心霊商法なんですけれども、まあ音が止むためにはお祓いしなければいけないけれども、はい、だんだんこういろんな霊能者がわらわらと集まってきて、私は もっとそのお祓いすることができるとか、はい、なんか私の方が霊能力があるとか言い出すわけですよ。はい、で、1件あたり100万円で祈祷しましょうとか、はい、で、言う通りにしないと死者がこのままじゃ死者が出ますよとかいう霊能者が現れたりしだしたらしくて、はい、で、これでちょっと問題になったと、はい、いう話があるみたいですね。はい、あ、すごい、なんか、すごいな、大量の塩を口の中に詰め込まれたりしたそうですね霊能者に。はい、すごい大変ですね。まあだからそういうね、のに引っかかっちゃいけないよっていう、まあすごい、まあ、なんというのか、きっかけにもなった事件というか、まあニュースではあるみたいですね。なるほど。はい、でもここがなんでそうなのかがね、あんまよくわからないんですよねその土地がどうなのかとか、はい、うん、鎧武者が来たとか今度は貞子が来たとか週刊誌に書かれてたらしいですけど、そんなわけないじゃないですか貞子はもう、貞子はリングの中の映画の中の人ですからね。貞子みたいなのが来たんでしょうか。まあそういう、はい、マンションですね。実際はでもどうでした雰囲気は。でも綺麗かったですよね。ですね。まあそのもう新しいですね。新しいですからね。大島照にはやっぱ乗ってないんです。あ、乗ってない、はい、っていうのもやっぱ別にそこで亡くなったっていうわけではないということで、はい、うん、なのでこれは自己観光地ですか。観光地ではないです。違いますか。どういうその、いや心霊スポット幽霊好きが集まる観光地ってことですか。いや、はい、はい、住人の方いるのでね。でも、はい、まあ、高島平もそうですけど、そういう目的ではあまり騒いだりはしないでほしいなと思います。はい、了解です。はい、はい、じゃあ続きまして3軒目レジェンド事故物件。はい、こちら今日、あ、準備が、あ、大丈夫です。はい、3軒目こちら、はい、京都の幽霊マンション来ましたね。これはですね、まあそれこそ北野誠さんの番組であったりとか、新耳袋にも書かれておりますね。はい、京都の幽霊マンションといえば京都の幽霊マンションと、呼ばれる場所です。で、ここはでも大島テレ乗ってるか、乗ってるんだ。おお、なんて書かれてます。飛び降り、え、ちょっと見えあ、こっちですよ。あ、これね、家主の娘が飛び降り自殺。あ、どう、日にちも書いてるんですね。あ、違う、これは投稿日か。これは、うん、でも実際の記録っていうのは、はい、どうなんだろうな、あるのかな。その話としては有名な、そのオーナーの娘が飛び降りて、そう、車叩かれました、僕こう前に行った時。はい、で、まあ
この一番上の階に住んでる住人の方が、まあ、これは北野誠さんの話ですけど、はい、方が、誠さんの共演者、番組の共演者の女どうしたんですか。いや、さっきの投稿日がクリスマスらしいんで、はい、クリスマスに何投稿してんだっていうコメントが。いや、ほんまやわ。クリスマスに何投稿してんだよ。ほんまやで。それは本当にだからね、察しますよ。クリスマスに投稿せざるを得ない理由があったというか、投稿もできる状態だったんだろうなっていうのは察しますよ。別にね、誰が投稿してもいいわけですからね。はい、はい、ほんまやわ。まあその亡くなった女の娘さんが、はい、の霊が部屋に現れるっていう話ですよね、はいはい、で普通ただ部屋にテレビとか連れてきたらひどいことをするよってもう幽霊が住人に言っているっていう、はい、まあそういう話があるんですけれども、まあ、詳しくは新耳袋とかあの、北野誠さんのお話をね、はい、探っていただければいいと思うんですけれども、ここは実際ね、すごい大きくて、はい、本当軍艦みたいな、ああそんなに、はい、大きいマンションなんですけれども、最近綺麗になりまして、はい、はい、これは綺麗になった後です、綺麗になった後です、あとは、はい、で、まあ、名前も変わってます、あ、名前を変えるっていうのはもうこれは典型的な事故物件対策テクニックじゃないですか、はい、対策テクニックですけども、はい、でも僕事故物件というよりも多分この心霊話がもう広がりすぎて変えざるを得なかったんじゃないかなってパターンだと思うけど、でもこの色を塗り替えるのも含めて、うん、本当よくある手口ですよね。ねえ、すごい綺麗になってるんですけれども、で、はい、ここをね、でもあのジーリガリガリクソンっていうね芸人がいるんですけど、一応頭隠しましたけど何を言ってんのかと思いました、はい、あ、もうええんかな、復帰してるからジーリガリガリクソンっていう芸人が言いにくいじゃん、まあ、その話を、その心霊話を知って、はいはい、なんか一回その見に行ったんですって。そしたらなんか1週に4回やったかな、はい、気づいたらこのマンションに向かってるっていう、おなんかもう病みつきになってしまったというか、気づいたらこのマンションにいるっていう状態になってて、である時そのエレベーターで最上階まで登って、そのベランダというか廊下から身を乗り出してる自分に気づいたらしくて、で、あ、あかんあかんと思ってそれは怖いですあかんあかんと思って、はい、なんかいろいろ知り合いのつてをたどって、あのそれこそ、まあ、霊能者にたどり着くらしいんですけど、はい、まあ、その方にアドバイスをもらって、行かないようにしたという話は聞きましたけどね。ここはでも、まあ、本当、有名なブロックの意味ね、ブロックの意味もなんかう、まあ、それは本当かどうか分かんないですけど、中抜き、な、なんすか、吹き抜けになってるんですよ、中が、はい、だから外に飛び降りるんじゃなくてマンションの中でこの飛び降りることが多いらしくて、はい、その血しぶきを壁に当てないようにブロック塀があるみたいな説がある。あ、なるほど、はいはい、なるほど、真偽のほどは分かりませんけどね、はい、まあ、ここもレジェンドとされております。はい、はい、さあ続きまして4つ目のレジェンド事故物件、はい、じゃあこちらは大島てるさんに紹介していただきましょう。そうですね、あの私は高島平の飛び降りが、うん、集中してた時期、まだこの大島テルサイト創設前でしたし、うん、それから心霊スポットとかもプライベートで行ったことなかったですから、うんうん、この岐阜の幽霊マンションもこの京都の有名心霊スポットもどっちも知らなくてですね、まあ、特にあの岐阜の方はそもそも結構新しいじゃないですか、さっきの話だと、はい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 、そんなわけでもう今の3つ何もあの特に詳しくなくて、はい、そうなんだと新しく知ってあの、まあ、ありがたいんですけども、うん、私の中ではあのレジェンド事故物件っていうと、はい、もう
これしかないというのがありまして、はい、はい、で誰かテレさんメガネ落ちそうってメガネ意味あるのってはい、こちらははい、ここですね。これはもうもう繰り返しあちこちでお話ししてることなんですけども、はい、うん、東京の足立区の物件でして、うん、やっぱりこの階段だと語りだけなんで、はい、一回ちょっと写真を見ていただきたいんですけど、その決してそのビルとかマンションとかいうような規模感ではなくて、うん、ただ確かに一戸建てではないと、まあ要するにこのサイズなんですよ。はいはい、3階建て、はい、うん、ただ屋上が平らになってるので、うん、まあ、洗濯物とか干したりすることができるスペースがあって、はい、そのせいで、まあ、上で自殺した人もいるということで、うん、まあ、今からご説明しますけど、まあ、一番初めに3階最上階で住人同士が酔っ払って喧嘩をしてビール瓶で頭を殴られた方が死んでしまうという傷害致死事件がありまして、はい、でその後にそのさらに上の屋上の部分で、うん、おそらく住人なんですが、はい、首吊り自殺をしたと。それは別関係、無関係の無関係です、はい、間もインターバルもそれなりにありまして、はい、まあ、大家さんからすれば、うん、自分の物件で2人も死んじゃったと、はい、一方は自殺、一方は傷害致死事件と、うん、まあ、犯人は刑務所に行きましたけど、うん、まあ、そいつも住人と、うん、いうことでもう踏んだり蹴ったりだなと、かわいそうだなと思ってたら、うん、最後にはこの大家さん自身が刺し殺されてしまったと、いうことが起きまして、それはなんで強盗ですか、うん、実は犯人は2階の住人で、この2階の住人も山奥で自殺したということで、この物件の中では3人、この物件絡みでは4人亡くなっているということで、もう私にとってはもうレジェンドといったらもう間違いなくこれが最初に上がるということなんで、何だすぐ何なんだよねって話です。で、ただですね、重要なことはこの足立区って印象悪かったりしますけど、うん、全然そんなことなくて、この地図で見ても周り全然炎のアイコンないじゃないですか、うん、もう周囲何キロぐらいか1個もないんですよ事件が。まあ、あんまりやるとありますけど、ですからあんまりやるとあるんですね。まあ、ないことはない、まあ、その隣近所レベルで言うと、どうしてここの物件でばっかりまたかっていうような感じで 3.5 人死んでるということなんで、もう私からすれば岐阜のマンションや京都の、あのメタボなんとかよりもこっちというふうに、まあ実際にね、そのちゃんと亡くなってるのを、まあ、テルさんが、ね、それをチェックしに行ってるわけですからね。そうなんです。で、うん、そうなんです。ここはですね、ビルも名前はないんですよ。当然この名前がない、せいぜい一軒家よりちょっと大きいぐらいですから、はい、そんな名前がついてるとか部屋番号があるとかそういうサイズでさえないってことです。どういうこと、その建物の名前がないんですか。あ、もうですから一軒家みたいなもんですから。一軒家なんですか。店の上に住む部分があるっていうだけなんで、はい、ハイツなんちゃらとかコーポなんちゃらじゃないんですね。ではない、ハイツではないってことですね。コーポでもないと、はい、というわけでここは間違いなくレジェンド事故物件。なんて名前つけます。ああ、そうですね、名前つけたことない。通称なんて。まあそうですね、こんなことがあったんだからもうとっくに取り壊されてるかなと思ったら今でもありますから、うん、今から名前つけても何も遅くないと思うんですけど。そうですね。はい、どうしましょう。いや、そんなこと言われても困りますけど。いや、まあ、なんか、はい、京都だったら幽霊マンション、まあ、岐阜の幽霊マンション、はい、あ、そういう意味ですか。そういう意味です。まあ通称
多重事故物件と呼んでますけど、多重事故物件でしょ、はい、とは私は呼んでます、はい、多重事故物件ね、はい、はい、多重事故物件、足立区の多重事故物件、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ最後、はい、もう全然1時間半では終わらないですけれどもこのままでは、いや結構いいペースじゃないですか。どこと何と比べてるんですか。そもそも最初が1時間番組から始まるんですよね。いいぞ、もっとやれると絶対に終わらない。じゃあ最後は、谷氏紹介物件ということで、5件目のレジェンド事故物件はこちらです。はい、出ますでしょうか。こちらですね、懸賞金2,000万円、これですか。はい、世田谷ですね。世田谷一家4人強盗殺人事件。こちらは、実はまだ実はというか、まあ、皆さんご存知の方はご存知と思いますけども、はい、2000年ですね、ミレニアムに突入する2001年になって、はい、ミレニアム、ミレニアムと言われたあの時代の、大晦日ですよね、はい、事件が発覚したのは2000年平成12年の12月30日の深夜から、次の日にかけ未明にかけての一家4人が殺害されてしまった事件の物件ですね、はい、こちらがまだ残ってるんです。もちろん未解決事件ですから。はい、次の写真お願いします。ずっとテープがまだ貼られてるんですよね。はい、うん、これは、何公園だったかな、祖師谷公園ですね、はい、の公園の中にまだ立ってるんですよね、はい、今はなんかこういうシートというのか、されてますけど、だからもう建物がずっとあのままですから、別に何の補修もされずにずっとあるわけですよね。証拠の、はい、証拠がそのままになっているというか。なので今でも、まあ、外側からはこうして見ることができます。続いてこちら、はい、これがまあ近づくとあれなんですけども、ポリボックスが、まあ、これ警察の方ですね、自転車で、はい、あのポリボックスに戻ろうとしてるんですけれども、ずっと常駐しているということですね。だからまあ犯人の手がかりを常にあの家の前で、家の中に入ってるのかな、まあ、常に常駐されているという状態です。で次お願いします。これもう公園なので、公園の中に一軒家があるということなんで、これはあれなんですよね、もともと公園住宅地で、はい、このいずれ公園になるっていうのが分かってる状態だったんですね。まああの公園を大きくしていく、はい、その周辺の家に、うん、まあ、立ち退いてもらって、うん、そこも公園にするというそのプロセスの途中だったわけですから、はい、途中で、はい、事件があった時は、まあ、周辺にはほとんど家がなかったと。だから例えばキャーとか叫んでも誰も聞こえない、うん、誰も通報しないっていう状態だと、状態でしたし、はい、逆にこの事件が解決してこの物件も取り壊されたら、うん、もうそれは公園の敷地になるわけですから、うん、そういう意味でもこの物件借りたり買ったり、うん、谷さんが住んだりすることはできないわけですよ。もう解決したら公園になるだけですから。なるほど。あ、次の画像お願いします。裏から見るとこんな感じですね。ですから、まあ、さっさと立ち退いてた人は事件に関係ないですし、うんうん、もっと密集してるエリアだったら誰かしら犯人目撃したりしてただろうなというふうに思いますね、はい、うん、でたださっき出た千葉の豪邸オークションにかけられた、ネットオークションにかけられた、はい、物件、あそこも未解決の強盗殺人事件現場なんですけど、まあ、普通に未解決のまま売りに出て、うん、今買った人はもう所有者ですから、壊したければ壊せるわけですから、はいはい、あの未解決だからずっとお巡りさんがいるってわけじゃないんですよ。で、はい、未解決事件でも別にもう証拠を残さないといけないとかいうルールはないんですか。まあ、あの捜査の方が嫌がったり、うん、することはありますけど、普通に壊したりしてますね、
もうしちゃうんですね。あ、もちろんケースバイケースでこういうことも、はい、あの世田谷一家殺人事件の現場みたいなものもありますけど、うん、あの一体何が違うんだろうっていうような分かれ道になってますよ、ね、分かれ道になってます。はい、次お願いします。こんな感じでね、もう中一応見えないようにはなってるけど、はい、スケスケやから見えるっていう感じなんですけど、で次お願いします。こんな感じですね。これは何のためのあれなのかな、もともとなかったんですよね、このシートというか。あ、そうなんですか。はい、っていうあの村田ラムさんが言ってました。でもしかしたら建物がもうそのままで残してるから劣化して崩れた時のための、はい、まあ外にね、いろいろこう危害がならない、加わらないようにということかもしれない。なるほど。はい、で次行きましょう。でこれはね、バンドアパートっていうバンドの原正和さんっていう人なんですけど、まあこの人と一緒にいたんですけれども、すごい近い距離で見てるから。この原さんが一番ね、不審者に思われないか僕ヒヤヒヤしてたんですけれども、すげえな、石そのままだぞって言ってました。石そのままだぞって言って、はい、で次行きましょう。近いですけどね、原さんずっと見てて、はい、すげえなーって言ってました。はい、次行きましょう。でこれだからもうすぐそばが公園ですからね、やっぱ公園にこういうね、哀愁ガス、この反対側が、もう家がすぐ近くにあるっていう状態ですから、ジアンターって、はい、で次行きましょう。でももう本当に事故物件があって、あ、事故物件というか、未解決事件の現場があって、公園があって、原さんがいて、子供がいるっていう、もうすごい状況ですけど。この原さんすごいのが、あ、次言っていいですか。あ、これでもう終わりか。黄色いテープあるじゃないですか、はい、黄色いテープの向こう側からもう原さんがもう事件のことが知りたすぎてとか気になりすぎて、はい、家の前のポリボックスの、はい、に帰ろうとする警察官にずっとこんにちはってずっと言ってるんです。こんにちは、今事件どうなってますかとか、もう心がピュアやから知りたくて警察に呼びかけるんですよ。ほんならやっぱ怖いんでしょうね、警察も。ちょうど原さんに目線が合わない角度でずっと立ってました、こうやって。聞こえてないふりを、絶対聞こえてると思いますけど、はあ、こんにちはって、新車がこう、はあ、はい、以上です。いや、実はですね、はい、確かに世田谷一家殺人事件の現場はレジェンドに数えられると思うんですけど、うん、はい、私にとってこう世田谷一家殺人事件現場というと、うん、もう一つの世田谷の事故物件を思い起こさせるんですよ、はいはい、それ何かというとですね、私にとっては都市伝説のようなものなんですけど、うん、事件事故のあと1人目の入居者にだけはその事実を告知する、うん、2人目以降は黙ってると、よく言われるやつですね。よく言われるじゃないですか、都市伝説なんですか、まあ、これがその裁判でそのままどんなケースでも通用するかというと、うん、そんなことは全くないんですけれども、うん、ただ、まあ、実際そう思い込んでる業者さん、オーナーはいっぱいいるわけですよね、うんうんうん、もちろん一人目にさえ告知しないというのと比べれば断然マシなわけですよ、はい、ただ二人目以降もずっと告知してほしいという人からすれば不満なわけですよね、はい、でもこのなんで一人目には言おう、二、うん、人目は言わなくていいやと、そうそう、このルールは何なのかいう、まあ、ルールというかこういう風潮ですかね、風潮なんですね、はい、出来上がったかというと、うん、はい、これがこの世田谷一家殺人事件現場の、うん、すぐ隣の隣ぐらいにあるアパートでの自殺をめぐっての裁判、この判決でそういうことが言われたからなんですよ。へ、
一家殺人事件は関係なくて関係ないんですけど、近くのアパートもうすぐ近くで、もうですから原さん、谷さんも前通ったんじゃないのかなっていうような、まあマンション、あアパートがありまして、全然そんな有名人でもないですし、殺人事件でもないですから報道はされなかったんですけど、ただ今となってはもうかなり有名な裁判例のその舞台となった物件なわけなんですけど、まあそこをちょっともう時間あんまりないんですけど、少し手短に説明するとですね、まあ2階建ての普通のアパートの一室、2階ですね、そこで若い住人が自殺したんですよ。でそのオーナーがまあ不動産業者なんですけど、親を訴えたわけです。自殺した若者の親を訴えた。そうです、まあその若者ですから、家族、あの子供とか奥さんとかいなかったんで、そのまあ親が連帯保証人であると同時に、保証、あの遺族ですし相続人ということで、まあ訴えたわけですよ、お前の子供がうちのアパートで自殺したせいでうちのアパートが傷物になってくれたじゃないか、これは嫌なもの、どうしてくれるというふうに訴えたわけですよ、それで、まあ、親だからというよりは、そうですね、遺族だからというよりは連帯保証人だからということなんですけども、まあ、同時に相続人だからということなんですけども、こんな自殺なんか起きたらオーナーとして我々は今後、全部の部屋永久に自殺がありましたよって言い続けなきゃいけなくなると、そんなになったらもう誰も借りてくれなくなるから、その分の家賃全部なんとかしろっていうふうに訴えたわけですよ。そういう裁判、はい、で当然その遺族、まあ、イコール連帯保証人ですけども、親ですけど、いやそんなお金ないし払いたくないし、というかそもそもそんな関係ない部屋じゃんって言ったわけですよ。他の部屋はその2階なんですけど、1階の部屋とか関係ないし、2階も隣の部屋に言わなくていいじゃないかと、でその自殺があった部屋に関しても永久に告知する必要なんかないじゃないかと、だから永久に家賃を下げる必要もない、つまり損失損害ってのはそんな大したことないんだから、まあ、悪かったとは思うけど弁償する賠償する金額はもっと少ないはずだって、まあ、そういうふうに反論したわけですよ、しかももうね子供が死ん、そうそう自殺した上でのあれですか、ね、はい、でそれで裁判官は裁判所は、まあその間を取ってというよりはかなりその親の側に立って、まず自殺があったのは2階なんだから、1階の部屋は関係ないと、2階の部屋も確か203号室ですけども、201とか202とか205とかは関係ないと、その自殺があった1部屋だけ告知義務があると、そしてその自殺があった部屋も次に住む人に対しては言わなきゃいけないけど、その後はまあその人が2年ぐらい住めば、その後は別に言わなくていいというような判決を言い渡したんです。ほうほうほう。でそういう寛大なと言いますか、判決を言い渡したので、それが例えば不動産業界の勉強会とか顧問弁護士とかを通じてこう業界内に広まっていって、一人目には言わなきゃいけないんだ、でも二人目は言わなくていいんだっていうふうに、まあ広まっていったわけです。そこだけ、切り取られ て, られて、はい、本当はもっといろんなこと言ってるんですけど、でしかも面白いのはその不動産業者側は自殺があったことを全部の部屋に関して永久に言い続けるつもりだ、続けなきゃいけない、だからこんなに損害は大きいんだから、お前全部払えって、そういうロジックだったのに、
皮肉なことに逆説的に今は2人目には言わなくていいっていう立場の材料として使われちゃってるっていう。でさらにその後日談がありまして、はい、その大家オーナーですけど、うん、イコール不動産業者なんですけど、うん、大島テレサイトからこの写真と炎のアイコン削除しろって言ってきました、はいはい、そのこの原告だった原告だったその大家の方が大家イコール不動産業者なんですけど、はい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 、このケースだと一人二役でなんですけど、はい、つまり裁判では裁判官に対して、うん、我々はここで自殺があったことを永久に告知すると、だからこんなに損害が大きいんですっ て, っていうことですよね。いうことを遺族に対して請求してたのに、私に対しては全部消せと言ってきました。これは、はい、これはもう許せないですね。まあなので別にそれも既読スルーなんで別に何もしてませんけど既読スルー何もしてませんけど、コメントできたってことですか。いやいや、直接来たってことですか。ちょっとなんだか ルートは忘れましたけど、まあ連絡来たと、はい、で返事してないですね、はいはい、なので私にとってのあの私にとっての世田谷事件っていうのはこっちなんです。こっちの話ですね、はい、でもそれもう時間全然オーバーしたってますけど大事な話なのでね。それってでも、はい、なんだろう、もちろん判例としてそれが、まあ、これはあくまでも裁判例と裁判の例として、はい、まあそれの、はい、この一件済んだら次、告知なくていいよっていう判決が出た部分だけ広まってるっていうことですね。そうなんです。 しかも、はい、皮肉なんですよね。その、うん、その裁判では貸す側不動産業者側が、うん、その自殺があったことを全部の部屋永久に言い続けなきゃいけないっていう理由で、だからこんなに損害が大きいんだって言ってのくせに大島テルに乗せてたら全部消せと言いますし、業界では結局それがひっくり返されて2人目には言わなくていいんだっていうことの材料に使われてるっていうのが非常に皮肉だなと思いますね。はあはあはあ、だからやっぱりなんかわかんないですけど、そのなんか嫌なやつじゃないかそれ。しかもですね、うん、私がサイトを作ったのは平成17年なんですよ。2005年なんです、うんうん、この世田谷事件と私が呼んでるアパートでの自殺っていうのは2006年、平成18年にあって、はいはい、今お話しした東京地裁の判決も次の年、ですから2007年、平成19年に言い渡されたことなんで、その後に業界内の、新しいんですね、そう業界内の、勉強会とか顧問弁護士とかを通じて広まっていったんで、ほう、じゃあそれ、何が言いたいかというと、そうなんです、その一人目の人にしか教えてくれない、二人目の人には教えてくれない、この世の中間違ってると思って私が大島テレサイトを作ったみたいな流れじゃないんですよ、うん、じゃないですか、うん、はい、あくまでも私が先に大島テレサイトを作って、ね、はいはい、後から自殺して、さらに後で裁判が起きてっていう流れなんで、私が大島テレサイトを作った時点では一、はい、人目の人には言わなきゃいけないけど二人目の人には言わなくていいっていうルール自体がなかったことになっちゃうんで、となるとなんで私がこんなサイト作ろうと思ったんだろうっていうことになっちゃって、はいはい、なんでなんですか。いや思い出せないんです。ちょっとめっちゃ大事なとこやん。じゃそこで、はい、こういうことは嘘やろ、もう嘘やろ。いや思い出せない。ここでいやそこで今もう全部全部のお膳立てができたというか、ここで大島テルはだから作ったんだっていうのが言えたら、はい、ほーってなってたとこを、いや何やそれ。いや本当特に理由もなく作ったことになっちゃうんですよ、はい、なんちゅう話やそれ。というわけで思い出してください、来月までに。本当に残念やわ。お前一番の山場やったで今。とんでもない、あかん、15分待たんかったよかったわ。そんなことになるなら、もう怖
あかん、ちょっとアンケート取りましょう。忘れてた、はい、もういやもうレジェンド事故物件が悩んだか忘れて忘れてきましたもん。アンケート出ますでしょうか、レジェンド事故物件どれがナンバーワンかを決めますよ。はい、もう思い出され。1高島平団地、2岐阜の幽霊マンション、3京都の幽霊マンション、4、足立区の多重事故物件、5世田谷の事故物件。さあ、クリックしてください。6が大島テルを作った理由ですね。このレジェンドやわ、そんな事故物件やわ、理由という名の事故物件。6だな、6、はい、ほんまやな、6めっちゃ多いわ。はい、一応出ました。お、うわ割れたな。 あ、でも世田谷か、はい、だからこれテルさんの話も含むじゃないですか多分。世田谷一家殺人事件、一家殺人事件ですからね、はい、ということで、まあ、まあ足立区も結構ね 25% でしたけども、はい、一応世田谷の、一家殺人事件の物件が1位ということ、はい、レジェンドということです、はい、まあ、プラス大島テルを作った理由のアパートも含まれてるかもしれないですね。はい、のはい、ということで、今夜決定レジェンド事故物件殿堂入り、ベストオブレジェンド事故物件のコーナーでした。いやー単勝5的中。いやーこれもうどうします、僕の物件のやつやります。行きましょう。行きますか。これあかん、やっぱり先決と全く同じ展開ですね。この時点でもう1時間45分。いやでもまあね、いい話でしたけど、貴重な話でしたけどね、そのあれが1回前の住人が住んだら、はい、次の住人が住んだらもう告知なくていいっていう話があったっていうのを、はい、まあ、ちょっとねその話もあるんですけれども、じゃあいきましょうか、松原谷氏これまでの事故物件ご紹介コーナー。私松原、もう2時間枠でいいよ。私松原大使が実際に事故物件に住んで、見た体験談プラス物件を紹介していきたいと思います。先月は1件目の事故物件を紹介しました、はい、ということで今月9月号はですね2件目の事故物件、はい、紹介していきたいと思います、まずはこちらです。はい、これ怖い間取りに載っている間取りですね、2DK 2万6000円の物件です。はい、これは、勝手に開いている襖、畳をめくると血痕、ペンキで塗りつぶされた鏡というのがありますけれども、これですよ、さっき話したのね、どこで亡くなったか、はい、ベッカムの話なんですね。そうです、こういう状況で、うん、例えばその和室が気持ち悪いと、うん、いうことでもう封鎖して使わないっていうことをする人がいるわけですよ、はいはい、事故物件って言っても、うん、その血が残ってたり、そのまさに現場の部屋は嫌だけど、うん、まあ、他の部屋はいいよっていう、うんうん、そうするとまあ面積で見ると 25% ぐらいもったいなくなるわけですから、あであれば家賃が4分の3ぐらいにしか減ってなかったら、うん、損も得もしないじゃないかと。ああ、でも2分の1になってます家賃。あ、そうですか、はい、だったら得だっていうことですよね。まあでも1年間だけです。あ、そうなんですか、はい、っていうのもですね、次の画像お願いします。こういうのを書かされます、入居同意書、はい、こちら一応ですね場所と、場所を隠してますね。私は上記、住宅が特別募集住宅殺人であることを承知し、以下の、入居、あかん読まれへん声だ以下の入居予定者全員の同意を得られたことを認めますということで、殺括弧のところ殺人って自分で書かないとダメですよね。あ、一応そうですね、たかしです、本名たかし、で、もう入居予定者カシュー号っていうのは後輩のカシュー、あ、スムージー2本目飲んでる。コメントで気づいた。もう1回も飲んだことないですからね、この今日も飲まれへんやんかこれ。またスムージー飲まれた、カシューナッツのすごい売れてないですか。
カシューナッツくんね、はい、今何ゴッズタレントだったかな、アメリカゴッズタレントだったかな、なんか世界中のコメディアンが、はい、パフォーマンスする世界的有名な番組にの準々決勝まで行ったんですよ、はい、だからあと 2回勝ってたら、はい、ファイナルステージに行けたっていうところまで行ってまして、それもすごいね拡散されてるんですけど、まあその、はい、お腹とお腹をポチャンってやったらなんか水の滴る雫の音っていうやる、はい、ユンボダンプっていうね、ゴボゴボってことですか。いや違う、ゴボゴボの話また後でするからさっき言わないでください、ゴボゴボの話後でするから。ポチャンですか、ポチャンの方、失礼しました。もうあー落ち言われた、もうまだ知らない人もいますからね、この話。ポチャンです。ポチャン。何なんだよ、本当に。次お願いします。テルったら本当に、次がそう、視聴者も頑張って我慢してたのに、みんなね、ゴボゴボゴボ。ほんまや。で、これがその言ってたバラを各部屋に置いて、どこの部屋で亡くなったのかを調べるという実験。これさっきの間取りより広く見えますね。さっきの間取りですよ。でもああ、はい、なんか何部屋もってなんかすごい日光がお昼に撮ったら綺麗ですよね、はい、何部屋もっていうか、まあ左側が、はい、4.5 畳で右側が、6畳です、はい、でこのフローリングのとこは、キッチンの部分ですね、 DK の部分か、ダイニングキッチンの部分ですね、はい。で、まあ、結局まあ、湿度の関係もあるんですけど、はい、お風呂場にもこのバラを置いてて、はい、でもこれが枯れるからそこで亡くなったっていうのが分かるっていう別に、実証はないんですけど、はい、お風呂場が一番最初に枯れました。多分湿度の関係もあると思うんですけど。で次行きましょう。まあこれは、まあ、この番組事故物件のきっかけ、住むきっかけをくれた番組のお前ら行くなのメンバーの人たちですね。北野誠さん、はい、鎌倉監督で、真ん中カシューナッツ、はい、右に OK の岡山さんもいますけどもね、でまあここで、そうそう、日本酒の味が変わるっていうのは呪文でもあります。で日本酒飲んでるのかな、ビール飲んでるのかな、みんなで、はい。まあでもこの時点ではどこでその殺されたかっていうのは分かってなくて、はい、殺人事件があったっていうことしか分かってないんですよ、はい。で次行きましょう。でこれもね、これもまあ別に事故物件ラボではやる必要はないかもしれないんですけど、今のお前ら行くなっていう時のスタッフが部屋に来るまで、はい、カシューナッツくんが一人で留守番してたんですよ、はい。で、今から六甲山でロケがあって、はい、兵庫県の六甲山っていうところでロケがあって、その後谷市の2軒目の物件行きますよってなって、急遽ロケの予定が変わったんです、はい。でカシューナッツにこう LINE を送るんですよね、家で何してるんって、はい、今からロケ部屋に取材陣来るねんけど家で何してるんみたいな、はい、分かりました、部屋で無音でおるのも辛いんでコンビニに行きますと。で夜でもかなり明るいことにびっくりしましたってカシューが LINE を返してるんですけど、はい、だからこの LINE の画面はこの状態、僕それに対して返事はしてない状態、はい。で六甲さんからその2軒目の事故物件に、まあ、車で30分ぐらいですわ、走ってる途中に、はい、交通事故現場に3回遭遇するんですよ、はい、交通事故直後の現場に、はい。でそれも本当5分おきぐらいに、はい、まだ警察も来てない状態の、うわ交通事故やって言って怖いなって、また5分ぐらい車走らせたら、はい、あまた交通事故や怖いな、でまた5分ぐらい車走らせたら、また交通事故やって、はい、どういうことって言ったら、はい、急に僕の携帯がなんかポンって音が鳴って、はい、この文字の部分に大学力が抜けるか事故がないとハハハハハっていうのが急に浮かび上がるんですよっていう、でなんか変な文字出ましたって言って、やっぱ北野誠さんすごいんですよ、スクショしろ今すぐスクショしろって証拠を残せって言って、で残した画像、はい。なんかねこれはまあ事故物件ってよりも変な現象ですよね、さすまこ大学力が意味か分からない、僕が打つのもおかしいですよね、この文字を、うん。これは不思議な、現象でしたね、はい。で次はの画像いきましょう、はい。そう大学力、これは結婚ですね、畳をめくると結婚がある、
で、これもなんかねこの畳だけちょっと他の畳より新しくて、はい、なんかガタガタしてたんですよ、うん、見えますか、はい、でここ何かめくったら何かあるんじゃないかと思って、あ明らかに新しく入れてる畳だから、はい、でめくったら案の定結婚ですよね、はい、そう分かりやすい。で続きまして、こちらお風呂場の鏡ペンキで塗りたくられてるというか、何なんだろう、これは嫌ですよね、これは嫌ですよ、これ何なんだろうなっていう意味が分からないですねこれそうで、これも後々分かるんですけど、はい、まあ次の画像いきましょうか。これお風呂場なんですけど、お風呂場の洗面台っていうんですか、あの部分、はい、この蛇口があってその下の排水口のとこですね、洗面台の、はい、そこに髪の毛がいっぱい詰まってて、で水はけがすごい悪くて、でそれをあの割り箸でこうなんか詰まってんのかなって、はい、そったら髪の毛がこうこれぐらいもわさって出てくるんですよで、いや、うわすごいの出てきたって言って、ちょっとこれあの番組の、はい、で使うように VTR 撮ろうって思って、はい、録画しようとしたらカメラが壊れるんですよ、あっていう不思議な現象がありました。はい、で結果その髪の毛、そうそう、その髪の毛をあのいつの間にか捨てちゃって、でそれを聞いたあの北野誠さんが、はい、お前髪の毛捨てたらしいなって言って、お前タロンドンちゃうかって言われて、すごい怒りの電話かかってきましたその事故物件の排水溝に詰まってる髪の毛捨てて怒られるって生まれて初めてでしたけど、はい、まあでも証拠ね、爪が甘かったんだなって僕反省したんです、すいませんでした、これから何か見つかったら残すようにしますって言ったら、次の日にの朝にまた朝9時ぐらいに誠さんから電話かかってくるんですよ、はい、ほんで何やろうって思って電話出たら、はい、谷氏昨日は髪の毛捨てたぐらいで怒ってすまんかったってなんか急に謝られてえ、なんでですか、いや別に、いやあの気をつけますんで捨てた僕が悪かったんですんでって言ったら、ならちゃうんやちゃうんやって言って、お前を電話で叱りつけてからうちの実家の犬が死にそうなんやって言い出して今すぐ風呂場でなんか塩、はい、塩で何やったかなんか体を塗って、はい、でそれ洗い流してから後ろにお前の後ろにおるであろう幽霊かなんかに、はい、誠さんを許してあげてくださいって言ってくれへんからで、まあ、一応言う通りにして、はい、ならまた次の日かな、あの連絡来て、はい、あ犬が助かったありがとうっていう、よかったです、はい、よかったです分かんない、そのまあね、そのせいでなったのか分かんないですけど、なんかそういうタイミングやったみたいで、そんなことがありました、はい、またもう時間がやばいな、次行きましょう。でこれは同居人のカシューナッツが、もうこいつがね全然怖がらないんですよこいつ全然怖がらへん、あの撮影始める初日に、はい、まあちょっとでも怖い雰囲気出した方が何か起こった時にボーってなったりするじゃないですか、だから、今から同時に寝て同時に録画するけど、はい、何か変な音したり金縛りにあったりしたらすぐに何か教えてくれというか、はい、すぐに報告できる状態にしとこうって思って、分かりましたって言って、はい、同時に寝ようとするんですけど、はい、もうものの1分でこいつもういびきかき出してもう台無し、何も怖くない、まあ、そんなカシューナッツにですね、一人かくれんぼというね、はい、高齢術というか部屋に、はい、ぬいぐるみを用意して、ぬいぐるみの綿を抜いて、はい、そこにお米を入れて、なんか爪とかなんか入れて赤い糸でこう結んで、はい、それをお風呂場に沈めて、はい、次は君が鬼だよって言ってから、はい、深夜の3時から4時の間に、どっか押し入れかどっかに隠れる、はい、それを撮影する、それを部屋に定点観測すると、なんか、人形が動いたりとか足音が聞こえたりとかすると言われる高齢術があるんですよ、はい、それをカシューナッツ君にやってもらいました、はい、次の画像お願いします。これね押し入れなんですけどね押し入れの中を
撮ってるんですけど押し入れの中を歌手にカメラ持たせて撮ってるんですけど身動きが取れないんですね、彼大きいから百何十キロあるからで、これを3時から4時の間にこれやってもらってで僕その間近くのファミレスに行ったんですよ、はい、で4時になったら戻ってくるから4時になったら塩水をその押し入れに自分持参して塩水を口に含んで、はい、そのままそーっと、はい、ぬいぐるみの置いてある、お風呂場まで行って塩水をブーってぶっかけるんですよ、はい、でその後に、僕の勝ちだよって言ったら終わるっていう儀式なんですけど、はい、だから4時になったらちゃんと塩水ぶっかけてくれた、それ何もかも終わったら帰ってくるからって言って、はいはい、4時15分ぐらいに戻ってきたんですよ、はい、ほんならぬいぐるみそのままやし音沙汰もなくてあれ歌手消えたんちゃうかと思って異空間にどっか連れ去られたんちゃうかと思って、はい、で僕押し入れを開けようと思ったけど開かないんですよ、はい、あれ開かへん開かへんって言って無理やりガホって開けたら次の画像この状態ほんまにね四角いスイカみたいなんだずっと動けなかったらしいはい、っていうそうほどねいろいろしてましたけども、いやカシューナッツ全然幽霊出してくれへんこいつ、はい、じゃあ次行きましょう、ごめんなさいもう時間が、で彼はあの織田無道のモノマネをするんですねこれトンネルズの細かすぎて伝わらないものまでで、3位まで行ったんかなセクハラする横断無道の条例っていうねやってたんですけど懐かしいですね、はい、でトンネルズ見たありがとうございますで、こんなコスプレしてる日にですね、次の画像お願いします、うちの親父がね、はい、お坊さんなんですけど家にやってきたんですよ、はい、でなんか書いてますけどねこれ松原妖怪ですね、はい、次行きましょう、ならねこれもう深夜1時とかですよ、なんかお経読み出してなんだ、いやほんでもうなんか結構空気読まれへんから、おじいちゃんやから空気読まれへんからもう腹式呼吸でお経読み出すんですよ、ほんだらもう近所迷惑にもなるしもうちょっとやめてやめてって言いながら撮影してたんですけど、はい、次の画像お願いします、こんな感じでね、ナーモアミダーブ言ってましたけど、はい、次お願いします、で、まあ、一応ね織田無道と、釈陽門松原陽門ということで、記念写真撮りまして浄土真宗ですね、はい、そう浄土真宗だから、はい、なんかお祓いできへんとか言い出して、はい、もともと幽霊はいないものだということで、はい、お経は除霊のためにあるんじゃなくて、はい、そのお釈迦様の言葉を自分であのもう一回こう受け止めるためのものだっていうことで、なんかちょっと初めて親子喧嘩しましてね一応ロケ用に撮ろうとしてたからお経読まへんって言い出して初めて親子喧嘩したんですけれども、次の画像お願いします、はい、ちゃんと和解しましたということでね、そうですね、まあ、この時僕茶髪っていうそれも違和感あるんですけども、これはこれでね、なんか事故物件に住んでるやつを、の髪型をおしゃれにしようっていう企画が関西の番組であって、はい、その時のやつですけれどもね、はい、で以上かな、はい、以上で、でゴボゴボですよゴボゴボの話なんですけど、はいはい、なるほど、ここが息子が母親を殺した部屋、はい、で、その特別募集住宅殺人って書いてたのも一緒で、はい、殺人っていう漢字2文字しか教えてもらえてなくて、はい、ここで何があったんですかって聞いたら2文字なら教えれますって言われて、はい、何ですかって言ったら殺人って言われたんですけど、あ、漢字で2文字なんだとでそれ以上教えてくれなかったんですけど、たまたま近所のね定食屋さんがあって、はい、そこのおっちゃんでご飯ランチを食べてたら、はい、
お兄ちゃんどこ住んでるのって言われて、はい、いや僕すぐそこ住んでますと、あそこ息子が母親殺したとこやんかって言って、あ知ってるんですかって、知ってる知ってる、あの部屋でボコボコに母親殴った後に、お風呂場で顔を沈めて殺したって、事件やでっていうのを教えてくれて、あ その対象にのその証言で、あ、はい、そういうことだったんだっていうのが分かって、だからその畳の下の血痕ってその時の、はい、多分流血した血であり、はい、でお風呂場の鏡はちょっと分かんないですけど、まあお風呂場で亡くなってると、はい、いうことで、でその前から携帯になんか留守電、謎の留守電が入るようになってて、はい、僕にその留守番電話聞いたらゴボゴボゴボっていう音がずっと入ってたんですよ。なるほど。なるほどって。そこですか。そこですよ。ポチャンか。ポチャンが、ポチャンがゴボゴボやったらおかしいでしょ。だから、なるほど。はい。その留守電にゴボゴボゴボって入ってて、あ、そうか。だからお風呂場で亡くなった、まあそのね、ゴボゴボっていうのを関係するのかなっていうお話があって。なら、この話を村田ラムさん、それこそラムさんよく出てきますけど、漫画で、4コマ漫画でね、はい、竹書房の、本流っていう雑誌で書いてくれようとした、はい、ならそのゴボゴボの話を書こうとしたら謎の番号から電話かかってきたらしくて、で何だろうって思って夜中電話取ったらゴボ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 って音がしたっていう話とかもあるんですよ。ごめんなさい、そんな2件目のお話でございました。ありがとう。あ、大事なこと言ってなかったな、はい、あとドアノブガチャガチャもあって、はい、むっちゃ早く言いますけど、え、全部同じ場所なんですか。全部同じ場所、ドアノブガチャガチャもあって、だからそれもポルターガイストかなと思ってて、はい、なら後日通り魔事件が発生するんですよ、家の近所で。でその犯人が僕の住んでる部屋で母親を殺した息子と同一人物だったっていう。なんで通り魔事件を起こしてるんだって言ったら、母親を殺した段階で不起訴になって精神鑑定で、でグループホームに行ってた、でグループホームを抜け出して早く死刑になりたいから誰でもいいから殺したいっていう理由で通り魔事件を起こしていたっていうことが発覚して、じゃあドアノブのガチャガチャって家に戻ってきてるよねっていう、というのも郵便物がよくなくなることがあったから、家に戻ってきたついでに郵便物を持って帰ってる可能性がすごい高いなっていうことで、僕も犯人に遭遇してたかもしれないという。なるほど、はい、じゃガチャガチャとボコボコとボコボコボボボボで全部同じ場所、同じ場所なんです、ね、なるほど。あと四角いスイカも、親父、僕の親子喧嘩も同じ場所、はい、というお話でございました、はい、ありがとうございました。さあもうあかん、ごめんなさい、2時間半になってます、これこれあかんわ、あーダメだ。というわけでお送りしてまいりました、自己物件ラボ、これにて本日は終了となり、今月は終了となりますけれども、最後にアンケートもう一回取らせていただきます、最初にあったアンケートですね。今日の放送を踏まえて、意識は変わったでしょうか。自己物件に住みたいと思いますか。1、住んでもいい。2、一度くらいは。3、住んでみたいと思わない。4、死んでも嫌。さあ、クリックお願いします。さあ、最初はどんなぐらいやったかな。 12.6% です。住んでもいい減った住んでもいい減った一度くらいは増えてますよね。一度くらいはもう減ってる。え、そっちも減ってます。減ってます減ってます。え、減ってるよね。 18.2% でしたもんね。 15.… どっちも減ってるやん。最後の聞いたから減らす。スムージーがゴボゴボはもう関係ない。あが、どんどん減って、めっちゃ減ってもだ。毎回減ってね。先月より減ってます？先月よりは増えたんかな？もう分からへん。ということで、今回も、まあ、ね、別に住みたいと思うのを、思う人を増やすのが目的なのかっていうのもよく分からない番組なんですけれども。はい、じゃあこの後放送後期ということでですね、はい、楽屋放送をホラー物語チャンネルで行います、その後ちょっと休憩してから心霊スポットにも突入しますので、あ、松原谷氏自己物件階段怖い間取りのも、Amazon のホームページとリンク貼ってくれてるのかな、リンク貼ってくれてます。よかったらまだ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 買ってください、75% の人買ってくださいね、はい。
ということで以上かな。うん、お告知を押し、谷さん告知をお願いしますってなんや。ここからは、あ、ここからはお二人わからないまで言った。あ、まあ、はい、あの番組の感想を言って締めです、告知と番組の感想、告知ありますか。なんやろ、テルさん告知ありますか。まあ、イベントでいろいろ出させていただいてますから、はい、ぜひ大島テルサイト上で宣伝してますのでご覧ください。大島テルサイトを見たらイベントごとは分かるですね、はい、お願いします。僕もですね、松原谷氏ツイッターを見ていただければいろいろイベントございますので、はい、チェックしてもらえたらなと思いますね、はい。そういうの特に言わなあかんことなあったかな、分からんな。はい、大丈夫です。はい、こんな感じですかね、はい、はい、ということで、いかがで、うん、もう感想いいっすよね、もう放送後期、はい、そうそう、じゃあ放送後期見てもらえたら、放送後期見てもらえたら、ちょっとテルさんの階段のダメ出しとか、はい、あとね、その世田谷のアパートの話もちょっと詳しく聞きたいなと思いますんで、はい、放送後期の方見てください、ホラーチャンネル、はい、あ、こちら会員限定になるんですね、はい、お願いします。すみませんけれどもね、さあということで、はい、これもうレギュラー化は決定ということですから、3ヶ月は決定しました。皆さんのおかげでございます。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで来月もあるということで10月の、はい、また多分中盤から後半あたりにあると思います、はい、次回いつもちょっとまだね決めれてないので、ちょっとしばしお待ちいただいて、はい、ツイッター等で告知したいと思います、はい、あと先月大失敗したのがありまして、はい、番組アンケートね、とても良かった、良かった、普通だった、まあまあだった、あ、そっちですか、はい、京都大学の何を言ってるんですかと思います。何を言ってるんですか、よく聞こえなかったですけど、ね、番組アンケートがありましてね、番組アンケート、はいはいはい、番組アンケートがありまして、はいはい、この放送中にアンケートを取ってしまったんです、はいはい、取ってしまって、でこれが良かったが、とても良かったをそのが何パーセントとかなったらこれレギュラー化なるかもしれないんで皆さん、はい、ね、できれば良かったを押してくたら嬉しいなみたいなことを言ってたら、はいはい、それ不利と思われて全然良くなかった押す人たちが何人か出ちゃったの、はい、そうですね、はいはい、なのでもうやっぱ番組ちゃんと全部終わってからアンケート取るようにしますんで、はいはい、皆さん本当に面白かったと思ったら良かったをって、はい、まあ、それも踏まえてというかちゃんと面白くなかったと思ったらそれはもちろん押してくれてもいいですね、振りでも何でもないのでアンケート、皆さんの素直な感想を、最後放送終わってから最後ですね、アンケート、はい、番組アンケートクリックしてください、お願いします、はい、はいはい、お願いします、はい、もう二度と同じ過ちは犯しませんありがとうございました。ということで、また来月事故物件ラボでお会いし、10月号でお会いしましょう、松原谷氏と大島てるの事故物件ラボいや、まあ、松原谷氏と大島てるでしたって終わってくれたら切れたんですけど、すいません、事故物件ラボでしたって事故物件ラボでし た, でした、はい、さようなら、ありがとうございました、はい、ダメだこれ本当に。